お疲れ様です。お疲れ様です。V4 おめでとうございます。ありがとうございます。いやーちょっと、V4 撮ったタイミングで速攻と思ったんですけど、はい、駆けつけてみたら小森さん、その格好は何でございます。今日はボートの整備をね、はい、してました。まあ今シーズン使い切ったこの船。いろいろやっぱり1年使ってるといろんなとこ不具合出てきたりとか、はい、あともっと自分の使い勝手よく、はい、自分流にちょっと改良したいところがあって、まあ、このオフは徹底的にやってみようと思ってやってますね。いやーもうシーズン終わった瞬間から、はい、来年に向けてスタートしてるってことなんですね。そうですね。そういう意味では去年とかよりは充実したオフに入ったなっていう感じがしますよね。じゃあちょっと今年の、はい、第1戦目から、はい、年間優勝にかけての軌跡を長々と聞いていければなと思うんですけども、やっと1年終わって、はい、疲れて、はい、もう全部忘れたいと思う時にまた思い出せた全部。あ、一回忘れたくなるもんですか。優勝しても、いや、まあ、どうなんでしょうね。少なくとも去年はもう忘れたかったですね。去年はやっぱり1ポイント差で手からすり抜けた優勝がもう頭から離れなくて、でその後12月まで試合があったんですけども、まあはっきり言って早く逃げ出したかったですよね。だ終わった瞬間も全部片付けて、片付けもしないでその3月までほったらかしにして、冬のガイドもやらないで正直釣りから離れたくなってたんですよね。だ忘れたかったのは事実です。で今年はまあせっかく取ったんでね、噛み締めながら伸び出してみてもいいかなとお願いいたします、はい。第1戦目がその失意の3月ぐらいからスタート開始して、はい、恩賀川、はい、あそこは結構自分なんかが見ていると、はい、もういきなり今作っている 60ULS とか、はい、あとゲイリーのワームが活躍したみたいな展開だったかと思うんですけども、はい、でも順位的にはあの試合実はね超モチベーション低かったんですよ。だってまだ去年の引きずってたんで、はい、あの去年取れなかったものが今年取れるわけねえぐらいに思ってて、まあ、正直このまま試合入ったらまずいなっていうぐらいの、まあ、モチベーションで、本当にこのまま試合入ったって絶対ろくな成績なんか出せるわけないと、このまま試合入っちゃダメだダメだと思ったまんま試合になっちゃったっていう感じです。そこから試合になっちゃったで、はい、初日が始まって、はい、でもその予選は突破して、まあ、好成績っていうわけではないかもしれないけど、はい、しっかりと。しっかりとしてないですよ。ダメでしたか、あれは。あれだって初戦の成績が15番以下だった選手で年間チャンピオンを取った人はいないって、はい、今井プロのブログにも書いてあったと思うんですよね。はい、まあ、事実、今までのデータではそうでした。はい、で、僕自身もその試合に入りきれないまま、なんとか、はい、まあ、まあ、結局ね、練習をして、はい、試合の当日になればある程度モチベーション上がってくるんで、はい、その、当日に上がったモチベーションだけで乗り切ろうと。で、だから多くのことを考えずに、まあ、自分が最も得意とするレッグアームのダウンショット。これで春の魚から、まあ、春のちょっと前の魚。はい、で、を狙っていこうと思ったんですが、その音楽に関しては、去年の、2021年の3月、4月の試合、はい、あっちがまた今度頭に蘇ってきちゃって、最終日6キロ持ってきて3位になったじゃないですか、はい。あれをね、どうしてもまた途中で狙っちゃったんですよ。だから、準備が十分にできてないものを無理やりモチベーション上げたから、変に自分で勘違いしてモチベーションが上がっちゃったって感じで。で、高望みしちゃったんですよね。だから正直、まあ外しました、あの試合は。でも、外した中で、はい。そのしっかりと活躍してくれたのが。はい。竿はね、この 60ULS っていう竿を、まあもうずっと僕はこのリングス、この硬さ、このソリッドティップっていうのをずっとトーナメントでは武器にしてきて、はい。で、まあ時代が変わるに従ってどんどん、握りとか軽さとかガイドシステムとかそういったのをまあ工夫していって、はい、改良して使ってるんですけども、まあ、そのもう僕の中ではファイナルバージョンにしたいなと思ってるぐらい完成品が、まあ、ほぼ出来上がっていて、で、まあ、ちょっとこのコンクルージョンとしてのプロジェクトはちょっと停滞したんですけども、はい、まあ、いよいよ発売できるところまで、まあ、今年のシーズン中に持っていくっていうことで、まあ、そのプロトが、まあ、春には仕上がってて、この竿でまあレッグアームのダウンショットをやっていったっていう感じですね、はい。まあ、最終的にこの竿が今年一番のメインになっていって、はい、で2戦目3戦目4戦目5戦目と、まあさすがに北浦の時はつかなかったかな、でもそれ以外ではほぼこの竿がメインで戦っていったので、まあその布石になる
1戦目だったっていうのはあったけど、試合としては僕の中ではボロボロ。いやでも気になるのは、はい、そのボロボロな中でしっかりとライトリーグで抑えのもう崩れないっていうのがやっぱり最終戦に向けてのポイントも、そこで第一戦でしっかりとその差をで総崩れしなかったっていうところがやっぱ小森さんの一番強いところなんじゃないかななんて、まあ、それはですね、やっぱトーナメントって長くやってると知識と経験っていうのはどんどんついていくじゃないですか、はい、まあ、体であったりモチベーションだったりこういった部分は年とともに変化してしまうんで、はい、いい時悪い時あるんですけども、はい、知識と経験に関しては毎年毎年どん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 溜まっていって、はい、それだけを見れば毎年毎年僕は最強になっていってるんですよ。去年だってあの亀山いっぱい1年間やった時に、はい、俺今年は最強だってずっとおっしゃってました、ね、はい、去年はまさに最強でした。体も充実したし、はい、その3年前までの体の不調がどっか行っちゃったぐらい、はい、もうすっごい体も調子よくて、はい、腰とかも全然痛くなくて、はい、これはここで取らなきゃもう取れなくなるんじゃないかっていうぐらい、もう本当ろうそくの消える最後の灯火ぐらいの体のパワーが去年はあったんですよ。だから去年は本当に最強を感じました、はい、ただ今言った通りそのメンタル的なものとか肉体的なものを除いて知識と経験ということに関しては毎年最強なので、もちろん去年と比べたら今年だってもっともっとパワーアップしてる部分はあるんですよね、はい、でその中でその魚が見えてないにしても試合として終わってるにしてもやっぱりそのレッグハムのダウンショットっていう、まあほぼ僕の中ではバスの餌だと思ってるルアーを僕の経験上ここにバスがいるってところに投げていけば、まあ、ほぼ口を使ってくれるわけですよね。これだけはまあリザーバーだったら山ミミズ、その2つをいるところに投げていけば食う、まあ、これだけは僕の中にはもうあるんで、それだけは正直どんだけモチベーションが下がろうがどんだけ体調が悪かろうが魚をかけるまではいけると思うんですよ。はい、第一世代からずっと 60ULS は触っているんで、はいはい、今回ついに第四世代が登場っていうことで、はい、基本的には小森さんの好きな 2.5g、2.7g 帯のダウンショットで一番気持ちよくゲイリーワームが泳ぐみたいな。ね、これちょっとまあ古いモデルに関してあんまり多く語れないんですけども、はい、メーカー変わっちゃったので、はい、ですけど、まあこれまでやってきた竿っていうのは初期が僕が一番完璧な竿だったんですよ。軽いところか重たいところまである程度触れて、ただ重たいところがダメだったからその後で62っていうのを出したのかな。だけどやっぱりその中で幅広く使いたいっていうのがあるんですよね、はい、ベースになる竿なんで、これでいろんなことやっていく中でもうちょっとこうしたいなと思った時に竿のレングスなりパワーなりを変えてリグをさらに扱いしやすくするためにベースになる竿であってほしいっていうのがあって、ただちょっと前のやつはねちょっと硬かった第3世代でちょっとだけ使うルアーの幅狭まりました、ね、はい、確かそれ使っていただいている方も分かると思うんですけども、うん、使えるラインの幅とかも若干ですよ、これは表記で変えるほどじゃないぐらいの若干変わったんですが、うん、そこはね自分の中で納得いかなかったところなんですよ。でまあもうちょっと開発時間と自分なりの自由度があればそのフォーマットが自分でそのねロット全体のフォーマットが自分なりに調整できるものがあれば、うん、もうちょっとここできたのになっていうのもあって、はい、そういったわがままは今回かなり活かせたので、はい、この 60ULS、これ V4 バージョンっていう名前になると思うんですけども、この V4 バージョンはまあおそらく、これまでの ULS シリーズの中よりもとても幅が広く、まあ、初期に限りなく近い、それでいて軽さっていうのが、まあ、80g 前半っていう感じで相当軽く感じるんじゃないかなと、うん、とっても使いやすい、もう手元に圧縮コルク配置して手元重心で竿先がふっと上がるような、はい、そうですね。それでいてまあ今回はですね、まあ、あの重さほとんど変わらないんですけども、トルザイドガイドから SICS っていうガイドに変えさせてもらったんですね、はい、まあ、これはあの供給のタイミングであったりとかそういったのを早めるっていうのもあるし、もちろんちょっとまあこれからまあその物の値段っていうのがどんどん上がっていく中でのそのコストパフォーマンス、まあ、若干ですけどそういったものがあったりとか、あるいは破損の率、まあトルサイトが壊れるっていうイメージは僕はないんですけども、やっぱそのガイドリングが外れるっていうのがちょっと感じてたので、これもちょっと防げればなと思って今 SICS に変えてからはそういったことは一切感じてないので、まあ、そういったことも多分全体的なバランスをもう一回考え直す意味でもそういったものも入っていて、まあトータル的なバランスも含めてかなりこう頼れる一方にはなってますね。最後のまとめのところではまた出てくる話だと思うんですけど、はい、結果
これを駆使して V4 になったっていうことですから、はい、やっぱり、まあ、初戦の恩賀川っていうのはそのきっかけになったかなというところではありますね。はい。じゃあ成績はちょっと自分的には納得できないけど、まあ第一戦がモチベーション低い中でスタートしての第一戦初戦25位に納得してたらそれも失格ですよ、聞いてもらうとして。僕はいつも毎年言うんですけど、あのタイトルがあのカップを狙ってるんですよ、はい、これはよく言われるんですけども、はい、その毎年狙っているってどういうことですかっていうと、1戦目2戦目良かったから狙ってみようっていう感覚が僕だからないんですよ、はい、あの逆算していって何年取らなきゃいけないか、だ1戦目悪かったら残りに借金が残るわけじゃないですか。そのためでに考えたら初戦が良ければ良いほど後ろに貯金ができるんだから、はい、いいわけじゃないですか、はい、平均10位でいきたい、はい、平均8ぐらいかな今取ろうと思ったら、それぐらいでいけばまあ正直ね、あの、まあ、世代今の正直日本のトーナメントの最強と言われているあの藤田恭也プロですら、去年僕はその計算でまあ一時は逆転し最終的にも1ポイント差まで追い詰めてるわけですから、まあ圧倒的にね結果だけ見たら1試合1試合が彼の方が勝ってるのに、まあ蓋を開けてみたら僕は競っていいところにいる、あるいは勝ってるっていうことが起こるっていうのは、まあ、その点数の取り方そういったのをちゃんと考えて年間を狙ってるっていうことだと僕は思うんですよ。だから初戦外した分2戦目3戦目4戦目でどんだけ頑張んなきゃいけないかっていう負担が自分にかかっただけであって、結果はもうとっても不本意です。だけど、まあ、逆にそのなかったモチベーションに、まあ、目が覚めちゃったなっていう感じですね。そこでエンジンがついにかかって第2戦目になだれ込んでいくっていう流れだったんです、はい、そうですね、はい。コンクルージョン、まあ、その第2戦のことまでも話しちゃうと、はい、第2戦は八坂ダムでの試合だったんですよ。でこれ八坂ダムって実はね2017年にやってて、僕その時とっても悔しい試合をしてるんですよ。この試合何が悔しかったかっていうと、今でも思い出せるんですけども、ミスが相次ぎました。ただミスが相次いだことで試合を諦めちゃったこと、これが僕の中ではあの2017年の八坂ダムには恐ろしく後悔が残ってるんですよね。で、まあ、どういうことかっていうと、初日に結構でかい魚1本目はあれはでかかったな、香港のど真ん中にポカーンと浮いてるプリのメスがいて、でそこ水深30メートルぐらいあるんですけども、岬の方に泳いでいったから、ちょっと大円筒で岬の10メートルぐらいのところに投げたんですよ。たらコンと当たって、えあれが当たったのって自分でもちょっと不審に思ったから、大きな足したらヒューンってきて、さっきの魚だって思って、これ上げれるのかなって自分もあったんだけど、その前の年の七色ダム戦でやっぱ60近い魚を試合中に上げてるんで、それよりも 0.5 ポンドの太い糸を使ってたから 3.5 ポンドにしたんで絶対あげれると思ったんですよ。だから比較的余裕を持ってドラッグも出したりしてやり取りをしながらやってたんですけども、まあ切られてしまって最後は。で、まあ、ちょっとあーっと思ったんですけど、さっきのはでかすぎた、もう一回チャンスあるはずだと思って次見つけた50号ぐらいのやつもまたかけてまた同じように切られちゃったんです。その時にちょっともうね、僕このタックルとこの糸であげれる気がしなくなっちゃって、試合中に。でももう準備がそれしかなくて、いやでもこれでやらなきゃいけないって初日思ったんですけど、その後もう一本ミスったのかな。でうわやっちまった、でもそれも初日そんなに悪くなかったんですよ、2200ぐらいだったけど。で2日目も頑張ったんですよ。で2日目また一本ミスしちゃったんですよ。その時にもう僕の中で、あ終わったこの試合、ここまでミスって勝てる試合今まで見たことないし、ない。で当然他の選手は釣ってきてて、もうウエイト差もあったんで勝てるわけないって思っちゃったんです。でも結果試合が終わってみたら7位かなかったんですよね。7位か8位か。で、そんなに大きくまくった記憶はないんですよ。ただ、2日目はミスは1本で終わったのかな。その後のミス、その最後の2本目もまたでかいのかけて、それも50ぐらいあったんですけど、もうこればらしたら釣りやめようと思ったぐらい、まあ、それ取れなかったら本当にもう終わりだなと思って魚は取れて、ちょっとまくったけど、最後の最後にはもう諦めて、でかい魚がいたんですけど、あれかけても俺切られちゃうなと思ったから、横にいたちっちゃいバスを釣りに行って、その時すれ違った青木選手に、あのどうって聞いたら、あと1本ですって言って、あそこでかいのいたよって、だそれよっしゃーって声が後ろに聞こえてきて、それ釣って優勝してたんで、それぐらい諦めてたんですよ僕、あの試合。それはでもものすごく後悔ですよね。あもう諦めちゃいけないなっていう。諦めちゃダメですよ、うん、で今年ので今年の八坂になって、はあ、まあいろんなことが起こると思ってたんだけど、はい、そのリベンジだと全て、釣り方はあの時の通りいかないと思ったんですけど、絶対リベンジしてやろうと。でそれは絶対ミスをしないことっていうのが一つあったんですけども、まあ先結果から言うと、初日にでかいの2つミスってます。
あの好成績で、はい、2つミスった初日だって2800ですよ僕初日あんまり良くなかったんです。はい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 、はい、2つミスっちゃってます、はい、それもまあまあ本当にまあまあでかいです、はい、これちょっとまたそのうち僕の動画でお見せしますけど、はい、まあまあでかいんです、はい、で1回前ミスってるからラインだって太くしていったし、ドラグだってそれで気を使っていってまたやられちゃったんですよ。うん、もう僕には修正する術があとあるとすればタックルを全部変える。でも3は変えたくないんで、まあ、リールを変える、まあ、それをや試合中にやりました。2本目見せた時にもうダメだと、唯一僕の持ってる中で前回と違うリールを使おうと思って、それには3ポンド巻いたんですけども、あの試合中でしたけど糸全部巻き替えて、他のリールから4ポンド巻き替えて、それでいったら次45ぐらいでしたけどそれ取れたんですよ。で結構無理して取ったんですけど、これなら取れるんだと、まあそうやってちょっとまあやる気が復活した。え、ちなみにそれ、はい、リールは何から何に変えたとかって聞いて、まあ昔から前から使ってたリールから、はい、バンキッシュに変えました。あ、はい、今、まあ、このバンキッシュですね、はい、あこれに変えました。はい、はい、まあ、そんなに僕はね大したドラグの差はあると思ってなかったんですよ実は。以前そうスピニングの、はい、なんか全然前に聞いた時に小森さんはドラグのとことかは俺は気にしていないとか、そうなんですよ、あとは性能的な差もそんなにないはずだと思っているっていうのは理論として、はい、その時はおっしゃってたんですけど、うん、そのミスの修正のとこでじゃあもうガラッと、いやこれ分かんないんですよ、分かんない、正直言ってドラグなんてものは、はい、その機械で測れば分かるけど何グラムに設定してるってこれは変わらないじゃないですか、はいはい、でも何グラムでずっと糸出してる、出し500グラムでずっと糸出し続けてるうちに、はいはい、まあ、こっち側が熱を持ってたのか、うん、あるいはそのずっと出し続けてるうちに誤差が出ちゃうのか、うん、それも分かんない、それもそれは分かんないです僕は。だけど、まあ、切られたらチュードラグ出てる、うん、大丈夫大丈夫、こんなにドラグ出て大丈夫大丈夫大丈夫だよ大丈夫だよ切れたっていう切り方だったんですよ。ただ2日目リールを変えてからはそれが1回もなかったので、2日目は5キロオーバー、3日目も5キロ近くのウェイト取ってきたけど、その間にミスは1回もしてないので、まあ正直リールのせいとは言いたくないけどリールのせいだったのかも。いや一つ今日このヤードに来て、はい、一番気になったのが、はい、その一番自信のある 60ULS に、はい、あれバンキッシュついてんなってのはすごい気になったんですよ。あ今バンキッシュなんだっていう、あそういうちょっと現場での本当、はい、もうスレスレのとこでの付け替えとか糸のワークとかが入った上でのこういう今セッティングが片割りに置かれてるって感じなんですね。いや僕はここに疑いを持ってなかったから、うん、ただやっぱり17年のミスをまたやってて、はあ、また同じ結果で終わるのかと、うん、お前4年経って何も進歩がないのかと、そんなんだから一番取れねえんだよって自分ですごい思っちゃって、だったら何か自分が今できるベストなことをやんなきゃいけないってなった時にもう考えたってリールしかないんですもん。あと たまたまですけど、はい、本当小森さんがコンクルージョン展開して、はい、まあ、その後の大きな流れの中でリールに自由度が持つ展開に今なっている、はい、でそこで本当だったらやっぱりプロの方ってメーカーがついていてどこのリールを、まあ、縛りで使わなきゃいけないみたいな要素があると思うんですけど、はい、そこが今コンクルージョンモードの小森さんになってそういうチョイスができるようになってるっていうのはすごいことだなと思って、それまあ僕は根本別にアブのリールは嫌いではないんですよ、はい、これは先言っておきます。いやもちろんあれで好きで使ってましたし V3 撮ってますし、はいはい、で基本的には性能も V3 はごめんなさいフルーガーで撮ったんでまあ、あのなんてピュアフィッシングの、はい、うん、まあ、まあそのね、やっぱりその、はい、契約の最後っていうのはあんまりいい形じゃなかったから、やっぱりその、ね、違うリールを使ってやろうかっていう気持ちもちょっとはもちろんある反面、今まで作ってきた道具だから自分でこうすればこうなる、こうすればこうなるっていう結果が分かってるじゃないですか。だから信用してるは、だって小森さんの作り上げたスディオスとかずっと使われてましたもんね、はい、リールスピニングの方の。そうです、まあ長く一緒にいるパートナーみたいなものだから、はい、やっぱこのぐらいしたら怒るとか、はい、このぐらいしたら許してくれるっていうのがあるじゃないですかまさにまさに、はい、そういう感じでフルニョーボみたいな、はい、みたいなもんで、はい、やっぱりその辺のリールっていうのはやっぱりね、こうしたら糸が切れる、こうやったら潰れる、こうやっても大丈夫っていうのが僕の中にはさじ加減が分かってるから、はい、すごくその使いやすいリールなんですよ。でもそこにメスを入れなきゃいけないくらいやっぱり進歩がない自分にすごい腹が立って、まあとにかくね毎年思ってることなんですけども、
まあ、俺はこれでいいやと思った時点で競技者としてはもうやめてくださいって僕は思うんですよ。これはあのそれで勝ってる人はいいですよ。俺はこれでいいんだっつって毎回一番取ってる人は素晴らしいとしか言いようがないです。でも俺はこれでいいんだって言って成績を落としてしまうようであればもうそれは競技者として終わりじゃないですか。向上心も何もない、まあ、釣りですから自分の釣りがどっかでぴったり当てはまることもあるかもしれないですけど、今のトップ8のトーナメントシーン見ててそんなことがあるとは思えない。なぜならみんなすごい勢いで進歩してますもん。若手がガンガン出てきてるじゃないですか。そんなところで立ち止まったら終わりですよ。これが俺の釣りだなんて言っちゃったら、これが俺のタックルだなんて言っちゃったら、常に新しいことにアンテナ張って常に新しいことに手を出して自分のものにしていかないと、そんな20代の子に勝てるわけないでしょって僕は思うんです。その中にこだわりがあるとしたらそこから壊そうと思ったのが、まあその瞬間だったかもしれないですね。バンキッシュに乗せ替えて魚がうまいこと取れたっていうところから第2戦のこう歯車が一気に回り出したっていう。そうですね、まあ第2戦というか今年のシリーズの歯車がひょっとしたらそこで何か僕が殻を突き破った瞬間だったかもしれないなと思います。だからリールを変えただけかもしれないけど、試合中にやったら初めてですから。なんだろう、でもそうですよね、はい、そこまでプラクティスで散々もうこうやってああやってって組んで、もしこれでいくっていうのを現場で、なんていうんですか、ロットからリールを外すっていう動きが想像できないんで、小森さん、はい、僕としてもそんな無駄な時間は絶対使わないと思う。絶対なさそうな、はい、はい、でもそれをやってても試さなきゃいけないと思ったんですよ。だって2年、4年前も切られてるんですよ、はい、でまあそのポンド数で取れなかったらじゃあ、はい、5ポンドにするの、はい、って思うじゃないですか。いや5ポンドじゃもうあの魚取れないよって、はい、あと B、はいはい、になってくるじゃないですか。そこまでの準備はできてないんで、 B だったらもうちょっとテストしないと。で食わないかもしれないっていう、食わせはできると思うんですね、うん、のその後06の B で4ポンドのリーダーっていうタックルで2日目以降取ってるんで、はい、それはちょっと置いておきますけど、はい、まあその場で自分の殻を壊せることって言ったらもうそれしかなかったんです。で2日目3日目って続いていって、はいはい、確か第2戦目すごい好成績で、そうですね、2戦目は2日目は見えてる魚っていうか見えてないんですけど、あのそう、はい、あの小森さんの試合後の話でおっしゃってた、はいはい、いや見えてはいないんだけど、はい、いや見えてるんです、いや見えでも釣れるんで、あのなんかすごいスピリチュアルの話になっちゃってるのかな。僕昔からね投資する力があるんですよ本当にあんまり薄いで僕のそば来ると全部見られちゃう。変なツボとか売らないでくださいねあの実は僕未来から来たんで、あの実は未来のことは全部分かってるっていうのがあって、あのでもその何ですか、ブラインドで別にサイトしてるわけじゃないよ、ただここに自分の知識が全部魚がいるって伝えてくるわけです。あれも知識と経験のなせる技です。その例えばですけど何もないところに杭が一本立ってたら誰だってその杭狙いますよね。その杭で魚が釣れるっていうシーンは想像できると思うんです、釣ってある人だったらなおさら。でも釣ったことない人だったら杭でどこに投げていいか分かんないし、はい、想像ができないじゃないですか。そういうのがやっぱ僕の中にはもう刷り込まれてて、このリザーバーのこの状況でちょっと赤潮みたいなの出て濁ってる、でバスが濁ってないゾーンにはいない、でもたまに濁ってるところでボイルが起こるとなると、もうどこに魚がいるか、この濁ってるゾーンの表層の近いところにバスは絶対にスクールでいると。その時にはここいうところバンクがこんだけ急になって岩盤からこういう角があってこういうところにエッジができてシェードができるとこう絶対起点にして動いてる、その中でこういうところを利用して餌を食べてるっていうのが狭いリザーバーなんでね、一瞬で頭に浮かんだんですよ。経験もあったから、その八坂ダムっていうところは過去にも経験あったし、しかもそれこそが2017年の僕が失敗したパターンなんで、もう目つぶっても釣れるわって思いました。最低限のそのストラクチャーとか地形変化だけ見たらもうなんとなくそのバスの頭がどっち向いてんだろうなとかまで見えちゃう全部見えてます頭の中でも、はい、面白いように。しかもあんまり積んではいるけどライブスコープを使う印象がない小森さん、頭の中に頭の中にライブスコープあの時予断なく切ったかもしれないですね。あで3本もう1本です。2日目は1本もうプログマルウェルスに山目水のネコリグ1本、初日はいろいろ積んでたんですけど、まあ巻き替えで外しちゃったのもあったんで、ただ3は1本釣ったけど一応2本積んであって、1本は06の PE に、リーダーが 4.5 ポンドのフロロカーボンをつけた、PE のシステムと、これを2日目に試してみようと思って積んだんです。で、余裕ができたらこっちでも釣ってみよう。で、それ以外には4ポンドのこの初日に巻き替えたバンキッシュ使った60ユーレス。で、スーペリーフックの8番。
で、山目水に、あの時はね、1.3 グラムかな、ちょっと重めの猫リグでやってきました。っていうのは、まあ、ブラインドで打ちたかったんで、見えてる魚の前に入れるわけじゃないから、手返しよくしたくて、ちょっと重たくしました。で、初日よりも、エリアを狭く持ったんですよ。初日は広く持ったから、移動にすごい時間取られてて、その分ミスをしてしまったっていうのが自分に重くのしかかってきて、その気持ちが2本目のミスにつながったのかもしれないっていうのがあったから、もう半分捨てました。湖もう上にいるんだから、これ全部釣って魚がそこで足りなくなったらよそのこと考えようと。今回はもうガラッと上流部だけでしっかり、はいはい、もうバラシを1個から1個もなくしてみたいな感じになってたんですね。2日目はもう結構簡単にリミットも取れて、あ、ちなみに気になってたのは、はい、その山ミミズ使ってる 1.3 グラムだよってのは分かったんですけど、はいはい、その状況で、はい、カラーは何をチョイスされてたんですか？あれカラーは多分ね、赤っぽいやつ。赤っぽい、はい、スカッパのブルーフレークかな、はいはい、あれですね、はいはいはい、ちょっとねやっぱ濁ってたんで濃い色が使いたかったんですよね。ちょっと透けないカラーで、ちょっとだけ黒ほどじゃないけどシルエット出してくるっていう。そうです。あとやっぱショアに近いところなんで、やっぱミミズからショアに近いところって、やっぱあのリザーバー経験したことある方は知ってると思うんですけど、聞きますよね、はいはい、でやっぱ山から転がってきたミミズをイメージして食わしてるんで、赤っぽい色っていうのはちょっとイメージしていきましたね。そこも山ミミズ小森さんプロデュースで、はい、去年食って出されて、あの実際にもう一緒に釣り行って横でボコボコに釣ってるのはもちろん見てるんですけど、はい、そういう大会の本番のその最中で、はい、ついに火を吹いた。そうですね、まあ、あの日のために作ってたとしか言いようがない。そのやっぱ七色の時あれば、はい、やっぱりねもっともっとアピールできたんですけど、その時はなくていろんなものを使って、はい、まあ、カットってるところで食わしたんですけども、はい、もっと効率よく食わせるものっていうことでやっぱストレート欲しいってずっと思ってたんですよね。そこで、まあはい、カルフォルニアロールはあったじゃないですか、はい、モンテーパーの、はい、でサイズダウンっていうイメージ。それはちょっと大人の事情で、ああ、ああ、いや、山ミミズのそのなんていうか食わせに特化したイメージっていうのは結構なんだろう、すごい小さなルアーだなって印象はあるんですけど、まあ、バスの目の前に投げるんですから、はい、大きいと食いそびれますよね。そういうとこも含めての、はい、あのサイズ展開なんですね。そうです。僕は基本他の人よりルアーがちっちゃいと思うんです、いつも。すごくちっちゃいってわけでもないんですけど、はい、まあそれこそ黒田プロとよく喋るときに、俺は小森さんに二回りぐらい重たいもの投げてますから、はい、一回りって言われて二回りって言うんですよ。それぐらい多分僕はちっちゃいんだと思います、はい、普通の人を基準に彼は一回り大きい、はい、普通の人を基準に僕は一回りちっちゃいっていう目で多分他のプロには映ってると思います。で針も小森さん、はい、あのすごい小さいの使われるじゃないですか、はい、あ、でもその時は6番に上げたんでしたっけ、あの、普段8とか普段は8、あの時も8をって6に上げたかな、確か上げたと思います。6に上げたっておっしゃってました、はい、バスがちょっとでかかったんで、はいはい、でも8番10番って相当小さいですよね。そういうリザーバーで勝てる魚取りに行くって考えると、はい、最初からまあ8、10とかっていうと小さいなってイメージがあるんですけど、あれはやっぱ戦略なんですか？まあ、ちっちゃい方が食いやすいのは間違いないですね。これだけはまあ、間違いないと思います、はい、まあ、他のことは間違ってることもあるかもしれないけど、針がちっちゃい方が食いやすいっていうのだけは間違いないです。ただフッキングとかやっぱやり取りとかそういったものに関しては針が大きい方がバレにくいしかかりやすい、そこは犠牲にしてるのかっていうと犠牲にしてるわけではないんです、うん、その分フッキング効率を上げるために細いワームを使う、それが山水っていうだけの話。全部つながってるんですよ。そうですね、レッグワームの例えば猫リグをしてマスバリチョンかけてちょっと食わせて使いたいっていう時に、僕は10番は絶対使わないですよ、はい、5番か6番ですよ、はい、ってなりますもん。それを8番や6番8番10番まで落とすっていうのは山水だからできることだと僕は思ってます。あのちょっと話戻っちゃうんですけども、はい、レッグワーム 2.5 で使うと、はい、小森さん の, あのスーペリオの3番だと、はいはい、思ったより小さく感じるんですよね、はい、うん、でもそれがちっちゃいことによって、はい、ワームがぐちゃってなってフッキングミスしたことってあります？ないです。僕もないんですよ。なのであれでベストだと思ってます。そうですよね、はい、だからあれが自分のなんかルアワームのバランスを見ると、はい、2番とか1番がいいんですけど、でも実際に使い比べて釣れてるのはいつも3番なんですよね。そしてあれどんな針でも3番でいいかと違うんですよ。あれスーペリオの、そうです、愛の部分、ワームのヘッドが外れにくくて、はい、下側が F コートでずれてくれるから、はい、フッキング効率がいいんですよ。ああ、そのフッ素加工とかのつるんとか、そうです、あとそのオフセット部分のワームのずれにくさっていうのが結構関わってくると思うんですよね、はい、あとはあのー、
愛のワームが、あのラインが動かないことによるフッキングのストレートに力かかる、その力のかけ具合、それも含めてのフッキングの良さ。なんか真冬のやっぱあの2月3月の一番初めとかでもなんかスーペリオのあの3番じゃないとかかんないなっていう、はい、なんかちょっと同じ針でもバンって変えるとあれこっちだと食わねえんだよなってのがすごい多発していて、本当小森さんが雑誌とかでもう再三にわたって紹介してる3番だよっていうのは、はい、あれすげえ話だよ。あれは本当ぜひ使ったら分かると思うんですよ、はい、使ってやっぱりマインドに戻そうっていう方は僕はいないと思ってますね。あの使わない人はいるかもしれない、大根いっぱいあるから使わないよっていう人もいるかもしれないけど、はい、僕は使ってみてほしいなと。あの本当いろんな、垣根を越えてるすごい針なので、なんか何年か前に、はい、バサクラだったかもしれないんですけど、トップ50だったかどっちだったかもしれないんですけど、はい、小森さんが俺の思い描いてる針さえ完成すれば俺はもっと最強になるんだってずっと。だよこれ、それってあれですよね、スーペリオやる前ですよね。前です、はい、2年、その2年前ぐらいで、はい、あのジンギスカン屋さんで、はい、あの飯食いに行った時とか、はい、あの辺りだと思うんですけど、俺の中にイメージは全てある、この形はこれ、この形はこれ、はい、全部イメージがあるんだって言って、でそれから何年かしてあのスーペリオがドバーってシリーズで出て、はい、でいきなりもういきなりではないかもしれないですけど V4 に今回つながってるんで、はい、まあ、さっきの竿の剣もしかり、はい、まあ、リール、まあ、糸とかもあるのかもしれないですけど全部ストーリーでつながってるなと思ってやっぱそのやっぱりね、まあ、ちょっと話脱線しちゃうんですけど、はい、3回目のタイトルを取った後っていうのは、はい、僕の中ではもう瞑想の旅だったんですよ。2回目のタイトル取った後に1回成績落としたのは、これはちょっとまあ東日本大震災とかあって集中力が欠いたっていうのはあります。まあね、僕もその阪神大震災の被災地出身なので、やっぱ震災っていうことに対してものすごく動揺してしまったのがあったんですよね。そういったこともあったし、まあその福島県でその、ね、桧原湖の運営をやってるっていうのもあったし、いろんなことでちょっと疲れてたんだと思います。あの年はかなり集中力が切れて成績は落としました。でもその年に、次の年にちゃんと自分の実力がこんなもんじゃないっていう証明はできて、でも2013年以降っていうのは僕ちょっと迷走って言ったんだけど、ちょっと旅に出てましたねっていうのは、なんかね、もう4回目を取ることももちろん目標なんだけど、そのゲーム展開を同じで4回目を取っても意味がないと思ってます。何か違うことがしたいかといって、例えばハブとウェイトだけで4回目を狙うっていう勇気はなかったし、もちろんやってみようたい気持ちはあるんですよ。だけどね、それでダメだったら消えちゃうわけじゃないです か、成績はある程度の最低水準を維持しながら次のステップで4回目は取れるようにっていうことを考えていかなきゃいけないっていう中で、まあね、1回全部ゼロベースから作り直していけたっていうのは、まあ本当針が一番いい例ですけども、この完成と同時に成績が飛躍的にまた上っていったっていうのは、まあ、去年2位で、その前の年が6位で、その前の年も確か、その前の年はちょっと悪かったかな、でも16年とかは3位ですからね、その前の年がまた2位かな、はい、2位、3位で1回ちょっと悪くて、はい、で、6位、2位、1位かな、なので、年間はさることながら、はい、あの要所要所 の JB のでっかい大会で優勝を、はい、その間にそうです、ね、されたり、まあ、東日本バスボール選手権とか、はい、あとは18年はオールスタークラシックか、はい、16年は2勝してますもんね、ビューティーで。いやー、あ、それでまあ第2戦がその全てが合致して、はい、成績が来て、これで年間成績も1回リセットをかけられたっていう感じ。いや、まだまだ全然、はい、もう全然その時点で年間なんか意識、まあ年間は最初から意識してるんで、はい、最初からまだ届くなっていう意識ぐらい、はい、25位で初戦終わった時もまだ届けるなと、うん、そのね、15万以下の選手取った人はいないって言われたけど、でもまだ大丈夫、まだ大丈夫、ここから取ってみせるっていう気持ちはあったんです。2戦目終わってまだ間に合う、3戦目が大事になってくるなと、はい、僕はそういう気持ちだけでした、はい、その挽回したっていうのも全然、そこからの第3戦が北浦、あ、まだ2戦目の話が全部終わってない、はい、まあ、2戦目はそれで、2日目はその心の目でしっかり釣っていって、で3日目は、ね、雨降ってさらに見えなくなったんで、さらにその心の目で、しかも3日目になってくるとね、僕のやってたエリアがやっぱ優秀だ、エリアだっていうのは、まあ、みんなも気づいてるわけで、人もすごく多かったんですよ。
だからその人の動きも自分の中で考えながら打っていかなきゃいけなかったんですけども、そのまあ結構8人ぐらいその狭いスポットに入っちゃったんですけどね、2日目は1人だったのに、まあなんですけど、まあでも面白いように釣れましたね。そこは何が違ったんですか。まあその結局は魚が人がいるとどう動くかっていうこともやっぱり僕の中に全部入ってたので、やっぱりそれはあのこれはおこがましいかもしれないですけど、やっぱり亀山とかずっとやり続けてた。いや、まさに亀山ですよ。あのエレキ戦だから、その試合は。だからここにいてここにいて、僕が移動するまであそこまでこんだけの要はタイムコストがかかる、時間がかかってしまう、その間に選手がこう動くだろうっていうのが本当にね、こうなんていうのかな、もう将棋ですごい先を読むみたいな話あるじゃないですか。あれぐらいすっごい先、本当に1時間先の展開まで自分で見えたんですよ。なんか本当週末の亀山の立ち回り方みたいに聞こえるんだわ、はい、エレキ戦であそこに強いの、ここにああいうの得意な人がいて、そうです、じゃあこう入ろうで、彼はここ打ってるってことはこういう魚になってるから次はここをやるだろう、はい、その間にあそこでボイルが起こらなければ彼はここに行く、ボイルが起こったらこれ止まるっていうのも全部、それが本当に1時間後が分かるぐらい、だからあのぐらいから未来から来たんですよみたいな冗談を言うようにしてるんですけど、ほんとね、1時間先が全部見えて、だいたいあそこにあの人、ああいるなって、そこまで全て俯瞰から見えるようになっちゃうんですね。そうです。誰かが上流の見えないエリアがあるんですけど、うん、その見えないエリアに誰か入っていった。10分経ったからそろそろ姿が上から降りてくる姿が見えるだろう。じゃあそのタイミングで僕はここにいれば彼はこっちに誘導されてしまうから、そしたらこっち側がノーマークになるわ。ここ15分休ませてるから食うだろうとか。将棋ですね、なんか。すごい。この話はね、僕よそでしてないんですよ。今聞いてくれたからしたけど。いやいやいや、まさに今、はい、その上流で、その、もうやりきるっていう話のあたりから、はい、そのトップ50の選手ってやっぱ上流大好きな人もいっぱいいるでしょうし、はい、そこで競り勝った3日目だからどういうことなのかなっていうのはすごい聞きたかったんですよね。もう全員の動きが僕の手のひらの上でした。それはもう魚だけじゃなかったですね、見えてたのは。そうですね、あ、見えないのに見えてたのは、はい、他の選手のエレキの向きまで敏感に感じ取っての、はい、で、さっきあの人これ釣ったから、はい、ここはもう彼の頭に入っちゃってる、はい、だから絶対通りすがりにもう一回やるだろうな、だったら彼はここに向かってるんだからここを開けとけばここは絶対にこう流していくだろうなとかいう、うん、わざと開けといてそっちを通らせてこっちを休ませるとか、はい、そんなこともやってたんで、で試合時間はまあ1時までちょっと短いですけども、この何時間かの間にまあ6時間かの間に絶対に5回チャンスがあればいいわけでしょっていう話なので、まあ、ちょっと魚のサイズがね、落ちてしまったんで、5キロ届かなかったですけども、まあでも4600だか700だか持って帰ってこれたので、まあ正直勝ったと思ってました。で、なぜなら、これだけのウェイトが出せるスポットが最終日まで他に残ってるってことは絶対ないと思ってたので。下流エリアで。下流エリアももう一個の上流も。絶対ないと思ってたので。だから絶対にトップ8だっていう自信はあって。ただ一個だけ怖いのはやっぱプリメス。それがボカンと浮いてきてるやつを全部かき集めてくるやつがいたら、ハイウェイトは出るだろうけど、それをやってる選手と僕のウェイト差がもうだいぶ入ったので、追いつかれることもないだろうなと思ってたんです。で、帰ってきた時に、まあ、僅差なのは黒田くんぐらいかなと思ったんですよ。実際、バーッと魚見た感じ。で、黒田くんウェイト測って、まあ、抜いちゃったんじゃないって聞いたら、いや、多分俺ないっすよって、初日悪かったんでって言うから、初日どんだけ悪いか知らなかったけど、まあ、相当下だったんですよ、初日彼。だからまあ、追いつけないだろうなと。となると、めぼしい選手全員外したから、まあ、これ勝ったなと思ってて、まあ、僕は勝ったつもりでいたんですけどね。まあ、なんと2グラム差。でもこれもね、3日間で1万2000グラムついて2グラム差っていうのは6000分の1っていう誤差ですよ。まあ、これに関しては言った通り、前も言った通り、それが自分に転ぶこともあるのがトーナメントなんで、まあ、結果としては悔しいとかいう気持ちも多くはなかったです。もう全部自分のジャブは打ち切ったぜ。そうです。だから、それより釣ってきた黒田くんが、まあ、すごかったっていうか、あの時は対等の勝負をしているので、彼の方がちょっとラッキーだった。僕がラッキーじゃなしに、彼にラッキーがちょっとだけ傾いた。それだけのことだから、素直におめでとうと思ったし、素直にいい試合だったねって思ったっていう気持ちですね。2グラム差ですもんね。はい。すごいな。で、彼は初優勝じゃないですか。うん。ね、僕、勝ったら7回目だったんですけど、あとはそっちの方が悪いだろうな。おめでとうございますって人たちが。はい、まあ、後味のいい形になったことが、
これも年間につながったんだなと、はいはい、八坂ダムっていうのはそういう意味では年間につながる試合だったなと。小森さんの中のストーリーではちょっとそのタックルの、はい、まあ、土壇場での見直しみたいなのが入って、はい、そこで、ね、メンタル面の大きな変化もありつつの2戦目ということなんですね、はい、そうですね、まあ、2017年の借りも、はい、2021年の最終戦の借りも、はい、しっかり返したつもりではいます、八坂ダムには、はいはいはい、もう八坂ダムで表彰台立って、これでね、2回以上 JB の大会をやったところ、トップビューティー開催したところで、はい、表彰台立ってないところでなくなったんですよ。はい、なので、まあ、ちょっと気持ちも良かったです、はい。コンクルージョン。で、じゃあ、第3戦目、北浦戦に、ここから入っていくっていう、はい、今、北浦の抵抗にいますけども、はい。はい、まあ、この試合はね、プラはやっぱ相変わらず連れてなかったです。連れてない。はい、とってもちょっと北浦今。ちなみに何月の大会だったの、はい、あれ7月です。暑い。はい。まあ、暑い試合が想定されている時点で、まあ、僕が考えたのはこの暑さに耐えなきゃいけないってことだから早めにプラも入ってたし、うん、早めに暑さに耐えるためのトレーニング、それから薄着で試合をしても違和感がないように短パンの釣りとか、これは今年は絶対必要だと思ったんです。7月の末から末の試合じゃないですか、28、29、30か一番高温のタイミングですね。そうです。ここはね、正直ここでやると決まった時点で暑さ対策をしなければ負け。まあ、実際熱中症で初日2日目で辞退した選手もいるので、これはもう辞退することになっちゃったら終わりだから、もうそれが全て。それからまあコロナ対策ですね、これを徹底してもう年間取っていくっていうのはその先は絶対ミスは許されないのでやっていきましたね。でまあ北浦戦はまあ今年相変わらず北浦がちょっとバスが薄くて、まあ今年だけのものなのか全体的に薄くなってしまったのはちょっとわからないですけども、まあちょっと厳しい状態だったんですよ。で去年はね、増水が加わってくれたからシャローで釣れたけど、今年はその増水っていう頼りの増水もなくて厳しい試合になるなと思って試合が始まったんですけども、まあ、正直見えてたか見えてなかったかというと一つだけ見えてました。あ、はい、はい、見えていた、まあ、それは釣ったところです。あの北浦にしても流入、水が動くところは絶対魚がいる、それぐらいのこと、それぐらい超ぼんやりしたもの、これは見えてました。夏のでもセオリーではありますよね、暑くて湯だった中で流入河川で、はい、ただ JB の大会の場合橋より上には行けないっていう縛りは出てきちゃいますけども、はい、それと超浅いところのカバー、これをリンクさせていけばその縛りの中でも魚探せるだろう。その湯だった状態で浅いところカバーっていうのはどういうロジックというか。いや、バスはね、深いところに行けないんですよ。最近ここの何年かの傾向なんですけど、もう北浦どうも深いところ釣れないんですね。前は2メーター50とかも釣れたんですけど、年々浅くなっていく中で、今年は特に浅くて、去年からか。もうね、1メーター切ったところしか魚いないんですよ。これはそれなりに僕もちょっと考えてる、その理由っていうのもあるんですけど、はい、まあおそらく、その、海から来た魚たちによる住み分けだと思ってるんですけどね。まあ、それが起こっていて、超浅いところしか魚がいない。で、そのまま浅いところ伝わって、流入に入られちゃうと、当然、端より上行ってしまって、僕らは手が出せなくなってしまう。でもまあ、浅いところにカバーがあれば止まってくれる。はい。で、本当の浅いところはもう流れが止まっちゃってるんで、魚が抜けちゃってる。しかも叩かれまくって食わない。いても痩せたちっちゃい魚になっちゃうんで。っていう感じで、まあ、浅いところを狙っていこう。で、浅いところをなくせして、ボトムで食わないんですよ。バックスライドしか食わない。結構今年皆さんが、特に俺小森さんのインタビューとかで見たんだと思うんですけど、はい、そのなんか超シャローのさらに中層をどう攻略していくかみたいな、はい、トッププロの方たちみんな、はい、どういうことなんだろうと思ってたんですけど、まあボトムは見てくれないんですよ、はい、浅いところにいてベイトとかしっかり追い込むの食べてるんですね、エビとか。まあだからボトムのそのベントス系というか、そういったものには口をつけてない。ちょっと昔のイメージかもしれないですけど、はい、やっぱこういう霞ヶ浦とか北浦水系ってテキサスリグにパドルテールとかをつけてそこをトントン叩くような釣りっていうのが昔は、はい、バス釣りのもう超スタンダードみたいに言われて、はい、まあ、もうそれは何十年も前かもしれないですけど、はい、今はもう中層をそこでは食ってない。僕は食ってなかった。夏は特にですよ。夏は特にそうなります。としては、はいはい、秋とかは食いますよ。でも夏は特にそうなってしまうので、バックスライドかもしくはみんながやってるような、パワーフィネス、スモラバとか虫で。じゃあもうダウンショットとかではないってこと。ダウンショットも食うんですけど、中層で無理くりスイミング気味にやればたまに食う。食います食います。それもでもちろんテキサスで釣ってる人もいるし、ヘビダレ釣ってる人もいるんですけど、まあもう僕の頭はそうなっちゃってて、もうこれは無理だと、
中層でしか組まない、バックスライドしかないなと。ただ、まあ、バックスライドってみんなやるじゃないですか。特に今流行ってるルアーがあるじゃないですか。何でしたっけ、カバーなんちゃら、スキャット、スキャット、あれをみんなはやってくるし、やる選手多いだろうなと。最高っす。はい、で実際、まあ、自分も試してみて確かによくできてますよね。もちろんファット山選考でも釣ることができるんですけども、はい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 、まあ、もうちょっと僕はサイズを落としたいと思って、うん、でドライブスティックとか使ってたんですけども、うん、これじゃないなと今回は、はい、もっと滞空時間が長い、滞空時間、ああ、もうもっとふわーっとさせたい、中層でできるだけ、はい、でその時もやっぱりこう、やっぱその子守知識の中から過去のおかっぱりとかで、おかっぱりそういう釣りってよくやるんでね、ボートからさすがにちょっと違うとこ行ったり、ハードボートも野球団で見たとこやりたがるから、僕もあんまり中層の攻略ってやらないんだけど、思い出してみたら野池とかちょっとした流入河川とかやるときに、僕は昔からモコリクローの脳進化バックスライドで、はい、でそのラインも僕普段絶対っていうか、もうほとんどこの湖では14ポンドとか使わないんですけども、14ポンドちょっと太いラインで、太いライン使った理由は単純にルアーをゆっくり落としたいから。14ポンドでノーシンカーで、はい、モコリークロー、そうです、バックスライド、バックスライド、はい、それやったことないです、ね、これぜひやってください。これ僕昔からどっか野池とかあるいはちょっとした取材とかで、もう何やっても釣れないな、バスあの辺にいるのになった時はそれ投げると結構釣れてるんですよ。小森さん、なんか全然話変わっちゃいますけど、はい、あのシュリンプのなんか縦付けみたいなのをシンカーで、はい、ギルにもして釣ったりもしてます。そうですね、なんかすごい、え、それのシンカーでそうやって使うのみたいなの、たまにそう、これのワームってこれのワームって結構ね使い勝手がいいんですよ。これのワームってほら、はあ、うん、平たい面と細い面があるから、はあ、やっぱ水をしっかり掴ませたかったらこうね、こういけば水をしっかり掴む、はい、でこれテキサスだからこうやって沈むけど、はい、これをノーシンカーでこうやって進めれば掴むんでゆっくり落ちますよね、はい、で当然だけどラインも太めにして調整していけばほばすときにゆっくり乗せる。しかもこれこっち向きに針をつけてたから、はい、肌から針通して、はい、後ろ向きにこうバックスライド、はい、そっと落としていける、まあ、これでやろうとで思って、でスタートちょっと悪かったんで北浦線の時は、まあ一番近い、この水原の石積みの裏に一箇所水がボタボタボタっと落ちてきてる場所があって、うん、そのボタボタボタって落ちてる場所の横に おわつらい向きの鉄板が斜めに沈んでて、そこ見えてるんですよ。そこ誰もこれ打ち打たないんです。そこ見えちゃってるから、まあ何人かの選手はやっぱ考えてたかもしれないけど、その場では多分朝一の場所ではないですよね。でも朝それから打ったら糸目でキロフィッシュが来て、キロ、はい、やっぱこういうところにはいるんだよと、まあ、初日はこれをかき集めていくしかないなと。ただこれ釣っちゃうと2日目以降魚いなくなるぞと。でもその練習はしておいたので、はい、初日にこれを釣ろうと思って、はい、次山田湾と行って山田川で2発目取って、はい、で3発目も取ったのかな、はい、それ3発目はでかくて1800ぐらい、1800、はい、すごいですね、超キッカーです。まあ1750ぐらいでビックリしたら逃したんですけども、はい、で出てきたところでドックの壁に流れ着いてる木の板があって、その板の下でまた1本釣って、そこはあんまり浅くないんですけども、ドックの壁からこう回るように流れてきた風がこうだったから、で風下側に流れ着いたというか風裏側に流れてきたやつだから、ドックの中からずっとバスがついてきてるかもしれないと思って投げたら一撃で釣れて、ちっちゃかったですけどね。でその後武田川に入って、これも橋1本目まで行く途中のカバーで、これも1500超えたかな、1本取れて、もう相当なハイウェイトに、その時点で。そうです。まあでもその時4600ぐらいだったかな、はい。で、やっぱね、北浦で5キロってなかなか最近僕出してないし、僕自身も聞いてなかったんで、北浦で5キロ行ったらこれかっこいいなと思ったんです。でも2日目に魚残しとこうっていう葛藤もあったんです。でもトータルウェイト制じゃないですか。はい、まあ、取っちゃえと思って、もう1箇所残してた中流、中、まあ北浦のちょっと下流部にある足の土砂楼のカバーで、ここは絶対いるだろうと思って打ったらやっぱいて、でそれが850ぐらいで1本入れ替わって、初日は5400、はい、5キロ超えたんですね。超えました。でやるだけやりきった後の2日目、自分でも自分の釣るべきポイントを、はい、とりあえずやったよっていう、その2日目気になります。もうね、僕初日で勝ちたかったんですよ。ただもう2日目には魚がいないことは分かるじゃないですか。だけどいたら、もしいたら悔しいから、やっぱり行っちゃいますよね。一回チェックは。
はい、言っちゃいます。でもこれは流入なので、僕が流入を選んだ一つの理由としては、魚、川が流れてることによって魚の供給があるから、あるいは上流部に人が入ったら降りてくる可能性もあるし、なので供給があるってことが一つポイントだったんですよ、はい、供給があれば次の日もやっぱり釣れる、それを一つキーワードに魚を追っかけたんで、流入で釣れたっていうのは僕にとって大きな自信で、2日目も絶対行かなきゃいけない、はい、で行きました。で案の定釣れませんでした。まあ釣れなかった理由に、まああんまりこう表彰台では言わなかったですけど、あの農薬散布のヘリがいて、僕の頭のように往復してましたからね。まあ巻いた瞬間はやっぱ食い止まりますよね。川の流れもちょっと止まってて、これはちょっと心配だなと思ったんです。で、まあ、あの油を巻いたようなこう、そうです、表面に薄い油が浮いてて、まあ、これちなみに余談っていうか、まあ、3日目の話になっちゃうんですけど、はい、3日目ももちろん行ったんですよ、はい、川なんかに復活してるかもしれないと思って行ったら、ただ流れてなかったことによって完全に腐っちゃってて、緑色のなんか変なものがいっぱい浮いてましたね。もう腐ってて、水がなんかもう一撃で農薬散布で終わったっていう、まあ、でもそのね、農薬散布自体は否定することじゃないんで、そのやっぱり向こうもね、やむを得ずやってるわけだし、許可も取ってやってるわけで、だからまあそのこれを言うべきかどうかはすごい悩んだんですけど、まあ終わっちゃった理由はそれです。僕が思ってるのは、まあ、僕がやってたエリアに関しては、初日2日目3日目ってあるべきカレントがなくなっちゃってたことが、多分より水を悪化させてしまった、そこに多分農薬っていうもう一つのファクターが加わってより悪くなっちゃったんだなと。あと気温も極限まで上昇しているような夏の最中、そうですね、それもあったと思います。だからそういったこともあって、ちょっと2日目3日目と僕の狙ったエリアは魚が消えてしまって、はい、1回だけチャンスあったんですけどね、2日目は一発バババーンって橋からキャスト届くところでボイルがあって、ポッパーを大きく投げたらドラーン出たんですけども、合わせた瞬間に口からパーンルアーが外れて、ピューン飛んできたポッパーがパーン竿に当たって竿が折れました。いろいろ悔しいですね。そうです。その後またババーンってボイルしたけど、ポッパー投げられないじゃないですか。付け替えてるうちにボイルが終わっちゃって、その後は何も来なかったです。いやで、まあそれでも2日目は一応下流域のテトラっていうのも一つ押さえてたんで、はい、まあ、初日も5キロ釣る前、4600ぐらい行った時点で1回下流域の手取り目に行って、ちょっとこれ釣れなくなってるかもしれないなと思ったから、触らないで置いてた場所が2カ所あったんですよ。で、2日目はその上がダメになってるの分かってから、そこに走って、なんとか2本。まあ、ちょっと魚ちっちゃかったですけども、700グラム。2本で700グラムかな。で、これで2日目をなんとか、取って、まあ、順位はそれほど落とさずに。まあ、初日のウェイトと2位の順位差を見てて、順位はもう落ちてこないっていう確信はあったので、はい、僕が1キロ1キロ釣ってきたら勝てる、まあ、これも逆に言ったらそれ以上釣ってきた人がいたらそれはすごいだけであって、はい、1キロ1キロ釣ってきたら勝てると思ってたんです、はい、だから正直言うと2日目700で終わっちゃって300グラムの借金ができちゃったな。あ、だから最終日は1300取らなきゃダメだな、はい、って思ったけど、まあ、ちょっとエジリ選手がその時ちょっとウェイトを増してきたので1キロ1キロでは勝てないかもしれないなと思ったんですけど、これに関しては僕はエジリ君と優勝争いをしているというよりも自分の中で1キロ1キロ釣ってきたら勝てると思ってたんで、これをしっかりと履行しようと、そこから無理をして逆転優勝とかを考えずに、これはそこをしっかり履行しようと、その上で負けたんだったら仕方がないと思うと思って3日目に行きました。これは僕の心理です。そこも本当ちょっと深掘りしたいんですけど、はい、そのどっちにしてもやっぱ勝ちは狙ってる思考なわけじゃないですか、はい、で今2パターンの思考があって、はい、そこの細かい戦略というか、まあ本当今回 V4 なんで、はい、勝てるための小森さんの脳みその中っていうのを全部深掘りした方がいいと思うんですけども、あの小森さんはあくまでも自分の中のプランニング通りの数字でまあ勝ちを目指していく。で、はい、まあそこにだから一発逆転みたいなギャンブル的要素は排除して、しっかり自分の取れる見えてる魚を取りに行こうっていうことですか。いや、例えば優勝と上とね、上位と5キロの上とか外れて、はいはいはい、5キロ勝負して勝てるんだったら初日から取りに行けるじゃないですか。まあ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 、まあ、よくそういう勝負だって最終日は勝負しますよって人いますけど、はいはい、どうぞとしか思わないです。その勝負して成功してくるやつは毎日勝負してます。うん、例えばトップ打ちに小林選手っているじゃないですか、はいはいはい、まあ、どっちの小林さんもそうなんですけど、アーキートさんもトムヒトさんもどっちも僕はすごいプロだと思ってるんですが、この2人ともものすごくやっぱ常に勝負をしてるんですよ。彼らが勝負をするって言ったら怖いです。本当に勝負をしてるんで、
なんなら彼らは初日から勝負してますからね。最終日に勝負がはまる、まあその後霞ヶ浦であれ優勝しますけど、最終日に勝負がはまって逆転優勝したんじゃなくて、毎日勝負しているの結果が最終日に噛み合っただけなんですよ。彼は毎日勝負してるんです。僕は毎日勝負してないじゃないですか。毎日博打を打ってないじゃないですか。堅実に取っていくことをベースに、そこから上と重ねていってトップ8を目指していってるじゃないですか。でも結果初日に5キロが取れてるっていうところが、はいはい、それは釣りの正解をやってるからです。あはい、釣りした正解をやってれば魚が答えてくれるんです、はい、それが釣りなので、はい、5キロを狙わなきゃ5キロは釣れないっていうのが魚釣りではなくて、正しい場所に浮いて正しいことをやってれば魚はそこに5キロいるわけだから釣れるわけですよ、はい、だから分かりやすく言えばビッグベイトじゃなくたってレッグワームでも5キロは釣れるわけですよ、うん、その明らかにこんなワームとこんなワームルアー、うん、これを比べたらこっちの方がでかいのが釣れるんじゃないか、うんはい、これを投げてる人のがトーナメント上位行くんじゃないか、はい、でも結果そうじゃないですよね、はい、これが魚釣りだと僕は思ってるんです。だからそれがまあ年間を通しても一試合を通してもそういうことだっていう話です。を積み上げていくそっちのプランでもしっかりと、はい、最終日はその1300貯金、はい、自分の中で貯金って想定してる1300をしっかり取りに行こうで、はい、3日目に入っていくってことですか。そうですね、はい、まあ、それが釣れたらですよ、はい、もう一箇所例えばそのリスクを犯して、リスクっていうのは帰着との時間とか、はい、あるいは荒れてる先だったりとか、はい、そういうリスクを犯して行ってもいいんです、はい、でも魚も何も自分のプラン通り魚も持ってない状態でリスクを犯してできることがあるんだったらもっと早くやってますよ。そういうことじゃないですか。初日からやってますよ。リスクって一体何なのってことじゃないですか。僕このバストーナメントに置いてのリスクっていうのは残り時間との計算だとこれは思ってるんですよ。まあギャンブルでいうところ残りの金額との計算こんな話だと僕は思ってるんですよ。まあ残りのねお金がこんだけあるからここにこんだけベットできる、はい、でギャンブルの場合は最終的に取り戻したりプラスになるためには、はい、少ない金額でより確率の低いところにかけなきゃいけなくなってくるじゃないですか、はい、でもこんなことしなくていいわけですよ、はい、バストーナメントの場合はこれが最終戦だったらそのベットも大事ですよ。あ、はい、でもまだ3戦目ですよ。年間を戦ってるわけですよ。もう1300これ狙って取れないであれば、これ2キロ3キロ取れるパターンがあるとしたら初日僕が釣った5キロのパターンしかないわけですよ。じゃああの水の濁ってる終わっちゃってる水の腐ってる川で僕粘り続けなきゃいけないんですかというのと同じぐらいじゃないですか。博打ってそういうことじゃないですか、はいはい、ああ分かりやすいな。でも、もっともっと僕の持ってる引き出しの中で5キロ釣れる引き出しがどっかにあるんだったらその可能性にかけてみるってことはしますよ、はい、でもないんだもん。それを初日に使ったんだもん。で水もガラッと変わって、はい、で2日目それで1日通して状況が見えてで3日目、はい、じゃあもう水の良さそうなところを欄岸になってくるんですかね。3日目はやっぱり川に行っちゃったんです、はい、で水が悪くて、はい、そこから早めに移動しようと思って移動して、はい、そのバックアップのやったテトラでやったんだけど、はい、これも時間がかかる釣りなんで、はい、ちょっとここは慌てました。でテトラにやったところで1300はいかない2日目それ証明してるじゃないですか自分で。だからここからはやっぱり勝負になってくるんですよ、はい、だったらもう一度北浦に目を向けよう。北浦の浅いところにいる魚、絶対まだ残ってるはずだからこれを絞り出そうと。絞り出すにしてももう時間が足りない。だったら何箇所か自分の中で頭に浮かんだシャローカバーと橋これを丁寧に打っていこうと思って打っていきました。で打っていった通り途中でやっぱりキロを余裕で超える魚をかけました。外れました。はい、僕はその試合に関して悔しかったのは外れたことです。今年一番悔しい魚だったかな。うわーそうですよね、はい、このもう確実にキロ500ぐらいはあるような。そうなんです。しかも確実に外したんですけどそれも去年の北浦戦の最終日に外した場所と同じところで同じところで食って同じように外れたんです。やっぱり進歩ねえな俺。いや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 。そこでまたやっぱリールをじゃあそこで大物にこう。いやもう入れ替え無理です時間もないし。ただこれはちょっと言い訳させてください、はいはい、今年のその水に関しては僕はあの瞬間魚だって思ってから体に動けっていう指令を出した時も本当自分の中で空白状態に残っててその時ちょっとねもう GoPro が切れちゃってたんでちょっとね映像が残ってないんですけども一瞬で本当に暑さで体持ってかれてました。もう3日目で炎天下の中3日戦い抜いて、はい、ちょっともうで最終日にそこまで僕は頭をクロックアップして最後のもう一回自分の頭の中に残ってる全ての場所の中からここだって場所を絞り出して走り回って丁寧に打っていっても失脚間際なんで気温が37度とかで
あの状態で立ち上がって投げて、エレキを持ち上げながらやってる段階で投げて釣れなくて、諦め半分で、2投目だったか3投目だったんですけど、何気ないキャストをしちゃったんですよ。で、何気ないキャストをした記憶すら僕には残ってないんですよ。で、ギュンギュンギュンって引っ張られてるのに、おい、しっかりしろ、当たりだぞ、お前何やってるんだっていう自分の感覚で、合わせなきゃと思って、ふっと我に帰った時に、うわ、もうバレる瞬間だったんです。あれぐらい、タイムラグが自分の行動と自分の目に起こっていることと頭の中で起こっていることでタイムラグがあったのは本当に初めてだっていうぐらい、あの未来から来た人間急に過去に戻ったような気分。いや多分もうそれ熱中症ですねもうなんかあもうでも1回目の最後の方でそれが、はい、で頭をガン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 してて朝から熱中症ですねっていうのは2日目ちょっと涼しかったんですよ実は。それ2日目涼しかったことで僕水飲む量が足りてなくて、はい、それを実は夜に気づいてたんです、はい、今日1リッターしか飲んでないなと。これはやばい。危ないですね、危ないですね、1リッターは、それは。やばいと思ったんですよ。で、夜慌てて飲もうと思ったんだけど、いくら飲んでもトイレに行きたくなっちゃって吸収されなかったんです。これちょっとやばいなと思って、朝起きたらすごい頭が痛くて、ロキソニン2錠飲んできて、頭痛いなと。で、これ、まあ、そのコロナの対策もあるから、もちろんね、あんまり具合悪かったら出るわけにいかなくなっちゃうけど、完全に自分でこれ、夜もすごい寝汗かいちゃってたから、若干熱中症気味だなと思ってたんですよね。うん、まあでもこんな顕著に自分で熱中症だって分かる熱中症なんてあるわけねっていうのもあったけど、うん、まあ頭も痛かったし、ちょっとやっぱ来てたかなと思います、うん。まあ、そういうことにしといてくれとは思うけど、そういうせいにしたくない自分もいるんで、はい、ちょっと悔しいけど。はい、最終順位の分析としては5位なんですけど。5位で、エシリプロが優勝ですよね。優勝の大会ですよね。まあ正直、若手のエシリに勢いつかしちゃったなと。もうワンパンチぐらい入れてやることできたなっていうのは最終日のゼロで、あれ大したことないなと彼に思わせてしまったところはあるんですよ。優勝があれが僅差でギリギリまで分かんなくて、最後まで俺負けた負けたと思ってて、やっぱり優勝だったって思わすことができてたら、いやー小森さんごえーって思うと思うんですよね。でもまあちょっとそこで僕も隙を与えちゃったなというのは実はちょっとあります。我々ファンから見てると、はい、なんかルアーのところにクローズアップすると、はい、エジリプロも確かモコリクロ戦略、ね、彼も結構モコリ使いなんで、はい、その次の霞がやりづらいなとは思いましたね。で5位の小森さんがメインに据えてたパターンもモコリの高進化だったっていうことで、はい、ここがすごい、あこの今自分もう最近おかっぱりも怖くてあんまりできてないですけど、はい、北浦霞でなんか、まあ、江尻さんの印象もあるのかもしれないんですけど、はい、本当モコリクロ来てるなっていう。いやモコリはマジ釣れるんですよ、うん、その使ったことない方はあの形が何に見えるかわからないっていうところだと思うんですよね、うんうん、ザリガニっぽくないじゃないですか、はい、だけど使ってる方はシークレットにずっと使ってくれてる方もいて、うん、モコリは釣れます。はっきり言ってこれからまだまだ来ます。釣れなくなればなるほどアンドルワーに頼ることっての多くなって、フリーリグっていう使い方も増えてますし、そのリグの多様性も含めて、うん、多分ジグヘッドとかで使っても釣れるし、うん、まだまだこれから使えるわで、まあ正直モコリ使いがもう一人いるっていうのは僕の中では脅威なんですよ。なんかそう印象としては今年その他の JB 以外の大会とか全部投稿しても、はい、本当この推計でモコリクロウが大爆発し続けてた、はい、この釣りづらい霞ヶ浦北浦利根川とかで、はい、ずっとモコリクロウだよなぁなんて印象があって、まあ、エジリプロの印象なのかもしれないんですけど、はい、で今回小森プロも脳進化だっていうのはあんまり分かってなかったんですけど、モコリの脳進化で5位までそういう、まあ、初日5キロって恐ろしいウェイトとかも含めて、はい、すごいルアーだなっていうのは。いやすごいですよ、多分口に入ってからも、はい、パーツパーツがそれぞれにボリューム感があって、それでも、はい、ボリューム感があるけどちっちゃい、要は噛み応えのあるグミみたいなパーツがついてるじゃないですか。ボディのところがやっぱりコンパクトですね。そうですね、はい、だからフッキングが要はバスの口の中では、うん、パッと離しにくい、はい、なんか柔らかいパーツがいっぱい引っ張ってくれるから、そうです、もぐ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 しやすい、はい、その中でしっかりフッキングも決まりやすいっていうところもあって、うん、釣りやすいルアーかなと思ってます。ちなみに霞戦でも、はい、あのカラーはどんな感じで、北浦ですか、はい、北浦は、まあ、あのブルーあのブルーラメブルーラメの入ってる、はい、ダークブラウンブルーギルとか、はい、グリパンブルーフレックみたいな色ですね。ああいう色をメインに。あ、それはでも水色とかによっても変わってくるよ。そうですね。あの時確か、水の色で変えたかな。いや、でも結局初日しか釣れなかったから、なんともまあ、初日はそれで釣ったっていう感じですね。
それでもう、あ、水死んでんな、これってエリアに、はい、水死んでるって気づいた瞬間で、あえて選ぶとしたら、小森さん、どういうカラーで？パンプキンにいろんなラベが入ってるやつあるじゃないですか。はい、あれとかも好きですよ。あれは水死んでる時に効きます。あと黒。黒、黒にちょっとだけラベが入ってるやつがあるんですけど。あ、はい、あります、ね。あれもいいですね。あの辺はよく使いますね。すごい。なんか、その、今、まだ3戦目ですけど、はい、1戦目レッグカットテール、2戦目ヤマミミズ、はい、3戦目もコリークロー、はい、なんかそれぞれの大会ですごい武器が輝いてんだなっていう。まあ今まで通りですよね。いやでもここ10年、うん、ほぼそのラインナップで、うん、トーナメントで上位に行き続けて、まあモコリーはそんなに前からな、2013年14年ぐらいからですけど、はあはあ、まあ使い続けてて、まあ僕としては、まあ、レッグは僕が作ったわけではないですけども、はい、まあその、まあ、まあ見出して使ってて、はいはい、まあ、ブラックバスっていう魚はね、変わらないですから、この魚の本能に語りかける、その、ものっていうのが、今言ったルアーにはあるんじゃないかな。はい、ハードルワーだってそんなに大きく変わってないですからね、僕。いまだにやっぱり、どっかで、ちょっとまあミドルクランクになってくるとメインになるのは、ディープ X の100、200。これはもはやメガバスさんとお付き合いする前からの、僕の話なので。あれ、第一戦のプラかなんかでディープ200が効いてる。ディープ200と、あれはね、エクスタットっていうのがあったんですよ。ああ、今もうなかなか手に入らなくなっちゃってる。あれはね、もう、ハンドボトルもゴリ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 と、引っかからないように巻きたかったので、エクスタットよかった。あれ、X200 だと、はい、今 LBO っていうの出てるじゃないですか。はい。どっち使われてたの？前の200の方が多いかもしれないですね。ああ、従来のやつで。はい。200の、LBO のちょっとボリュームがあるじゃないですか、パッと見。ちょっとシルエットが変わってくるんですよね。そうです。ちょっとね、ボリュームがあるんで、うん、まあ、バスがでかければ間違いなくそっちを使うんですけども、はいはい、まあ、ボリュームを抑えたいから、シャットクランクを使ってるんだっていう時は、前のやつを使ったりしてます。はい。シャットライクな形だけのクランクで、はい、そこガリ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 、ポン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 って。で、まあ、ほぼ変わらないですよ。アクションも含めて、ちょっとまあ、ワイドさっていうか、こういうスライド差がちょっと新しい LBO の200の方が、大きいかなって感じる面もあるけど、でもほぼ変わらないです。ほぼ変わらない。100に関してはほぼ一緒です。ほぼというか全く一緒です。そんな感じです、ね。はい。ありがとうございます。はい。で、第3戦終わった時点で総合順位は何だったかな。で、まだ1番じゃなかったんです。4番かな、それぐらいか、4番か3番か。はい。上にね、笹プロが落ちてきて、一番トップが誰になったのかな。まあよく覚えてないですけど、とにかく自分が一番でなかったのは覚えてます。北浦から次霞ヶ浦です、ね。そうです、そうです。はい。でね、まあ、青木優衣が上だったような気がするね。青木優衣、さっさ、僕だったと思います。第一戦のイメージからいくと、その小森さんもおっしゃってたように、小森さん今年ないのかななんて、その時点でファンの方から、まあ。僕もね、初戦の25だからまだ追いつかないと思ってたんです。でも5位、5位と来てるから、まあ、2位、5位と来てるから。はい、まあ、だいぶまくっただろうと。はい。まあ、正直、格好はついたなと思ったんですよ。去年年間争いして、はい、藤田京也に1ポイント差で、はい、まあ、藤田京也が勝ったんだけど、藤田京也に1ポイント差っていうのは僕の中では、まあ、周りにも認めてもらえる順位だろうとは思っていたんですけど、その格好はついたなっていうのはちょっとあったんですよね。まあ、ね、やっぱり良かった次の年が悪かったら格好悪いじゃないですか。はい。まあ、去年もほぼ1番だったんで、今年も格好はついてるじゃないかと。はい。まあちょっとそんな気持ちもあったかもしれません。はい。コンクルージョン。まあそれ第4戦の霞ヶ浦なんですけど、はい。まあ霞はね、正直、外しましたね。いやー、小森さんに一番聞きたかったのは、自分も今年一番ドキドキしたのが、やっぱり第4戦の初日に何が巻き起こっていたのかっていう。まあ正直、初日のことを思い出せと言われても、思い出せるのは、まあ状況は北浦と同じであんまり良くなかったんですよ。はい、で、霞ヶ浦本湖に活路を見出そうと思ったら、多くの選手はやっぱそう考えたんですよね。はい、北浦水系はやっぱりもう、ね、みんなも打ちのめされた後だったから、一夏越えてさらに悪くなってて、そんなことみんなすぐ分かっちゃうわけじゃないですか。で、共通するエリアもあったから、そこ叩けばすぐ分かりますよね、状況の悪さって。その中で、霞ヶ浦に活路を見出した選手が多くて、はい、霞本校は練習中からすごくバッティングだったんですよ。はい、で僕はもう流入河川出口近辺と、三つ年のいいところにある木坂、沖目の、はい、これをこれの浅いところっていうのをメインにしようと思ってプラでもう一回プラを見ていったんですよ。うん、で、まあ、プラスレイダウンとかその木坂に絡んでる木とか沈み物とかっていうのをもう一回見直そうと思って
自分のよく知ってるここは魚が多いんだよねっていう記者会を回っていったらもうことごとく人に会うんですよ。そうちょうど第2戦では、はい、まあ狭いエレキフィールドで人のバッティングが見えていて、はい、それを上手に取って高順位を取った小森さんが霞ヶ浦でまた別の状況ですけど似たような状況じゃないですか、はい、ただ後手に回っちゃった印象、後手に回る可能性が高いんです。なぜなら今度はエンジンで移動できるから、そして移動が速くて全体像を把握するには時間がかかりすぎるから、はい、そしてもっと言うと取り返しがつかなくなる可能性が大きいから、土浦まで来ました、うわ先行者いるよ、じゃあ先はまた移動したら、うわこっちもいるよってなったら、その時点でもう1時間半使って僕ノーフィッシュで行く場所ないんですよ。確かにそっから行く場所が見つけられるんだったら霞ヶ浦に行ってもいいです、うん、あるいは人が入った後でも釣れるっていう確信が持てる場所があるんだったら行ってもいいです、うん、でも北浦の時はその人が入った後でも釣れる確信っていうのは流入の流れっていうのを言ったじゃないですか、うん、霞ヶ浦はそれが機能してなかったんですよ、はあ、川が長いから出口だけでは対処できないです。もう奥の方まで魚が行っちゃってる、行っちゃってるでしょうね、もう9月の頭ですもんね。そうなんかその後のあの、はい、江尻さんのあの馬桜に出るきっかけになった、その前です、あれはもうちょっと前ですから、はい、あれも流入の結構上の方で、そうです、まあ、あの時は流入がどんだけ釣れてるか知ってたし、あそこから2週間後なんですけど試合は、はい、まあ流入だろうなと、どんだけ雨降ってもこれなかなか落ちてこないよって、落ちてきても流入の出口しかいないよっていうのがちょっとあって、はい、でまあ川に魚取られちゃってるんだから川の出口はもう無理だろう、となるとやっぱ沖の木じゃがこれバッティングするだろう、はい、で長期予報を見てウィンディーとか見てるともう北風爆風がほぼ確定してたんですよ、うん、その日初日、初日も2日目も3日目も、はい、でこの天気図はそうそう予報が外れない、はい、っていうのももう分かってて、はい、大きく外れる予報っていうのは単発になって、移動性の高気圧や低気圧のせいじゃないですか、うんうん、でもバッチリ決まっちゃってる気圧配置なんて絶対変わんないですよね、はい、大変高気圧の縁に当たってるわけだから、はい、これもう絶対に崩れないわけですよ。で崩れるとしたら真夏みたいな暑さに戻るわけですよ。どっちにしろ終わってますよね。地獄ですね。はい。はい、っていうことは、まあこれはないなと。少ない魚をみんなで取り合っちゃうことになるから、いけるやつはいけばいいやと。っていうのがあって。はい、で僕その時ちょうどね、エンジンの、あのね、ジャックプレートがちょっと破損してて、うん、まあ、これ理由はちょっといろいろまあ考えられることあるんですけど、まあちょっと一回置いといて、はい、まあジャックプレートが調子悪くて、はい、ちょっとエンジンに不安があったんですよ。はい、あれってあんまり荒れた中、あまり走るといろんなリスクが伴うなっていうのがあって、うん、ジャックプレート怖いですね。そうですよ。でそのリスクと一応修正はして試合に臨んだんですけども、うん、やっぱりその確信がなかったからあんまりちょっと荒れた中走るのは、うん、ただこんなことでゲームを台無しにはしたくないなと思ったんで、うん、命かけでも行くかっていう気持ちもあったんですけど、うん、ただやっぱりね、バッティングしてる選手が悪かったって先言っときます。誰とバッティングされてたんですか？僕が一番練習でバッティングしたのは黒田プロ。まあ、もう正直に彼乗ってるし、そしてここを効率よくこんなプロをやってるってことは彼これ分かってんだと。それが分かんないでやる人間じゃないんで、あれや、あの分かってやってるからここに浮いてるんですよ。ってことはあっちも絶対バッティングするんです、でこっちも絶対バッティングするんです。行く先々で彼とガチャコンだなと。うーん、きっと彼もその時確保したと思います、一瞬。だから終わった後なんで来なかったんですかって言われました。でも僕は何で来なかったかっていうところに全ての答えを持ってて、はい、行かないっていう結論を出せるだけの何かを見つけようって、そこからプランパターンを全部変えて霞ヶ浦を全部捨てたんです。あ、はいはいはい、なぜなら霞ヶ浦でトップウェイトを出せるパターンっていうのはもうそこしかなかったんです。あ、木じゃか、それと土浦と崎山の石積み、はいはい、もうこの何か所、あと東浦入り口のシャローで、まあ、そこはもう絶対全部同時にできないから、何を取るかっていう中で僕は木じゃかを取ったのに、その木じゃかが黒田プロとバッティングしてる、はい、で、はい、今井プロもバッティングしてるんですよね。で青木唯もいたんですよね。まあまあそれなりの実力者がバッティングしてるってことは確実に試合でガチャコンになると。うーん、今度はその辺の力のいい人たちがここを見て魚いないって判断すると思えないですもん。うーん、いるに決まってますもん。4箇所で1匹ぐらい魚巡り合いますもん、はい、そしたら今の霞ヶ浦これだって気づきますもん。あの広大な中でみんなやっぱピンで答え合わせで、あとはやりきれるかどうか。あ、記者会って言っても1箇所やっぱ30分ぐらいかかるじゃないですか、はい、それがまあ5箇所あったら全部でね、何分かかるんだ、2時間半かかっちゃうわけじゃないですか。2時間2度か1時間半かかればもう時間ほとんどないんですよね、はい、やりきれるかどうか、プラス風で半分できなくなっちゃうんです。移動時間も倍取られるんですよ、風で。うーん、北風爆風、はい、
それがまあ結局はちょっとあったんです、はい、その中で僕がもう一回活路を見出そうと思ったのは北浦線のプラの時に一回だけチョコレート五感でいい思いしたんですよ、はい、なんかねクランクっていうかシャットですねあれタイプ、R IYI のあれ巻いてるだけで、C バス、ナマズ、バス、ナマズってすげえ入れ食いになったんですよ。お、バスが入るってことはありですか、ね、そのバスだってほぼ45とか。でも、そうなんですね。やっぱ C バスとそんな群営じゃないですけど、はい、大体エリアが似たようなところに。さっきも北原さんの時に住み分けてるって言いましたよね。はい、はい。僕の理屈を覆す出来事が起こったんですよ。お、今度これだ。あ、今度これ。そうなんですよ。絶対起こらないと思ってたことが起こったんですよ。ただその日は、水を流した日だったんです。ああ。だから、シャッフルされたらこんだけの魚が湧いてくる。はい。ってことは、僕の知らない北太郎の魚はまだいるんだと。もう一回それ追っかけてみようかな、と思って、はい、まあ、追っかけてみたんですよ。はい。たら、まあ、あるタイミングで、足に魚が戻ってくるっていうのが分かって、足の魚が釣れるなと。それと同時に、そのタイミングに重なる、チョコレートコーン、そのタイミングに重なる、足っ腹。あの外の魚のそういったところもチェックしていくと魚がポロリと釣れたんですよ。多い日で1日4本釣れてで表層とかでも出たんで、でみんなもう表層がないと、うん、で魚に関しても乗らずにはもう終わったってみんな言うんですよ。だけど出るんですよ。表層でチャコチャコやってるとバーンって、うん、あの暴走ガエルってやつでチャコチャコやってるとバーンって出るんですよ、はい、でかいんですよ。それもこのパターンにかけてみるかと1日4本ずつ巻いてたけど、これ試合中にちゃんと詰めたらもうちょっと釣れるかもしれないと思って、初日、うん、そこそこ悪くないスタートを引いて、はい、初日は外の坂原の足から入って、はい、ただね、北風が吹き始めたのがそのプラが終わってからだったので、はい、ちょっと濁りと冷たい風が入ってね、水温が 1.5 度下がってたんですよね、はい、そのエリアは当然釣れなくて、はい、そのエリアから風裏になってるところで、うん、エビのボイルがあったんですけど、はい、でここだと思って投げたら濁りが釣れたんですよ。で、濁りのボイルのところでバスもボイルするんで、濁りが先食ってきちゃって、その後バス全く反応なくて、うん、ちょっと水温が下がったから水深をもうちょっと使うか、うん、風をどう考えるかだなと、うん、でさっき言ってたちょっとした条件っていうのは風が当たった条件なんですね、はあ、だ風が当たってるところをやりたいんだけど、この北風を避けるためには、うん、じゃ吹き込んでるところを中心に回っていこうと思って、はい、風の吹き込みとかを狙いに風がバンバン当たってる足でも、はい、足の岬の裏のちょっとしたウィンドポケットにルアーを落としていくと、やっぱバイトが取れたんですよ、うんうんうん。でもこれがね、やっぱね、そのバスが 700g 前後のものも多かったので、ちょっとね、モコリーじゃなしに違うスティックベイトを使ったんですよね。はい、それがまあ、ちょっとマイナスだったのか、うん、そうだったのか、もうなんだかよくわかんないです。うん、とにかく、全部バレました。4つかけて4つともバレました。確実に3つはバレました。あと1つはちょっとバイトが怪しい状態でバレました。まあ、バラしてから、気持ちを整えて頑張れってやったんですけども、バレましたね。あ、それが初日のあの感じだったんですね。はい。でこれもね、本当に修正を何度も何度も自分でかけてます。はい、僕はそのやっぱりミスはミスとして理由があるって思う人だから、だから一発目はちょっと巻き合わせ気味に合わせてバレたから、二発目はちょっと待ってから思いっきり合わせて、はい、3発目はもう次バラしたら本当に俺おかしいぞっていうぐらい当たりも取って、よしこのバイトバイト回し、ここで合わせたからバレたから、よしせるガッ出して、よし乗ったジョ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 バレたですよ。もう僕のせいじゃないし、俺は何かのせいでもないし、アンラッキーもここまで極まるとただのアンラッキーだろうなと。反面アンラッキーだったらいいことがあると思ってたから、いいことあると思ったんだけど、もういいことがあるとも思えないぐらいショックで、このままヘッドシェケ終わっちゃうのって思ったんです。最後ライトリグで橋脚で一本絶対ここ釣れるとこ行って、はい、現に試合中その橋脚何人も魚触ってるんですけど、はい、そこですらバラしましたからね。あ、バラちゃったんですね。ギュッギュッギュッって、あ、これはもうレッグアプリかけたから絶対取れるだろう、はみ出してるテルチキスポ、わかるわかる、4本っていう、そのね、その矢坂ダムの魚は、はい、切られることも過去にもあるし、それもギリギリのとこでやってるんで、でも霞水系の魚は切られることはないんで、フックアウトするとしても何かしらの理由があって4つ全部ってことはないんですよ。何が悪いんだこれ。竿も変えてるんですよ。1匹回して2本目、竿をちょっと硬くしたりとかしてるんですよ。3本とも全部違う竿だったじゃないかな。でも理由は一緒、
まあ、陸は倍で取れてる陸なんでね、それが信用性があるんで、やっぱやって。え、ちなみに、ノシンか、バックスライド、はい、スティック系の、はい。まあ、終わっちゃいましたね、初日それで。その夜とかってメンタルはどんな状態になってたんですか、ゼロ引きって、まあ、めったにないと思うんですけど。僕ね、あの基本やっぱ成績表ってあんま確認、その、なんていうのかな、成績表を確認する理由っていうのがちゃんとあって、はい、まあ自分が何位ぐらいで、何位つってきたら勝てるのかっていうのはやっぱり見たいじゃないですか。うん、で、自分の思ってる計算がどれぐらい自分の思ってた、描いてた試合とずれてるか、うん、これは確認したいから成績表って見るんですけども、うん、ゼロだったらそんなの全部が違うわけじゃないですか。はい、僕の計算もクソもないですよね。はい、見る必要ないですよね、まず一つは。で、もう一個は自分がゼロなので、誰がつってたかを見てしまうと。その人が浮いたところにはもういけないですよね。だって所詮ゼロなので。お前昨日ゼロのくせに行くんじゃないよって僕だったら言いますよ、うん、当然言われたくないから、うん、見たくないしから、うん、いや知らないし知らない状態を維持しなきゃいけないから見なかった、うん、だから成績も何も見てません。何キロつってきたらトップ8とかも誰も知りません、うん、ただ帰着だけして、うん、誰とも喋られる速攻で帰ってでここに戻ってきて船を片付けて道具を片付けようと思った瞬間に何もかも嫌になっちゃって無理だこれ何やったって無理だよあんだけかけて割れるもんもうかけることはできてんで、バラすんだよ。これどうにもできないじゃないかと。これ何のせいだ何今からできるって。やれることはやって、針も全部変えたし何もやったと。うん、今からできることは何だろうあの魚を違うリグで釣る、うん、それは無理だよ、うん。練習であんだけ詰めていってここにたどり着いたんだから。うん、今更変えられないよ。はい、あの足際の魚を他のルアーで狙うんであれば、はい、僕はもう足際を捨てた方がいいと思ったんです。うんうんでもあのルアーでかけてももうかけてあげることはできない、はい、他のリグじゃもう絶対釣れない、はい、なぜならぐるっと回ってそこにたどり着きましたから、はい、霞線でよかったモゴリスの黒のバックスライドその前のテキサスリグ、うん、それらを試しちゃった中で足際にいる魚がいまいちスローだだからモゴリでもちょっと大きすぎるってなってたんですだから本当はパワーフィネスで虫とか落としていきたいんだけどそのディスタンスまで近づくとこれもまた食わなくなっちゃうあまあもちろん普通にね、直陸とかでついてる選手もいましたよ。バスの目の前に入ったんでしょうね。うでもその人は多分日本1本で予選落ちしてます。予選通ってるのも日本1本です。そういう釣りを目指してたんじゃないんですよ。確実に複数引きして。僕は優勝を狙って、はいはい、年間優勝も含めて、はい、この大会の目標順位っていうのはやっぱ5位以内っていうのがあって、はい、ここを狙ってのゲームプランだったから。霞ヶ浦戦に関してはもう年、はい、その、端的に5位以内ってのそれを狙えないと思ったから、うん、ガチャコンで1本2本釣ってもしょうがないと思って、うん、プランを全部変えて北トレに持って行って、うん、その中で人に釣り勝てる釣りとして短いスティックベイトでまあフリッピングで打っていく、うん、ピッチングじゃなきゃいけないんですよねそんな軽いのは、うん、フリッピングで打って送り込んでいくっていうやり方片下の足にのポケットに、うん、もうそれが唯一の僕の見出したことだってこれを今更他のリグで他のリーグも散々試しましたよ、うん、初日中にも、うん、練習中にも、うん、でもそれでしかバイトが出ないんだから、うん、じゃあもうこの釣りやめるかとでもまだそこまでは行ってなくて、はい、もうやってらんねえ何もできねえ、うん、全部道具も置きっぱなしにして糸も何も巻けないで、まあ、ただ単にデッキの竿だけは並べ直して、はい、朝それ並べてないと試合に向かえないじゃないですか、うん、とりあえず朝バッテリーの充電だけして、うん、ガソリンも入れたかな入れてないかな覚えてないですね。やさぐれちゃってるじゃないですか。はっきり言ってやさぐれてましたよ。もう車じゃなかったらここで酒飲んでましたよ。危ない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 。そこまで、はい、でもそうですよね、JB、NBC って検索して、はい、毎日順位16時か17時ぐらいに出るじゃないですか。はい、いや小森さんまた霞水系だから、ぐいぐい言わしちゃってんだろうなと思って見たら、ええー、ってなって。でも、ノートもこれ忘れていったかもしれないですよ。一応持ってったかな。ああ、もう持ってたな、あのノートもあったな。地図はここに挟んだままでしたね。はい、初日の地図なんて役に立たないですからね。だからもう、頭の中真っ白にして帰って、とりあえずまあ、二日目は出なきゃいけないから、出なきゃいけない最低限の準備、バッテリーの充電と、釣り道具並べ直して、魚探の電源切って、その、プロとして準備ができてない状態だけはやめようと思って、それだけはやってました。二日目が初めての日だったらちゃんと試合ができるぐらいのことはやって、でも、もう何もかも投げ捨てて、宿に戻って、飯は北方ラーメン食ったかな、そこで。何でもよかったんで、正直。で食欲はあったよ。食欲はあったって食べなきゃ最低限のことができないから。まあそういうね、まあ皆さんこれ見てる方は自分に、自分にとってすごくショックなこと。はい。
が起こったと思ってください、はいはい、指で数えられるぐらいショックなことが起こったと思ってください。それぐらいのことが起こったわけですよ、僕にも。いや、わかります、ね、それは。で、まあ、絶対僕試合で1週間前からお酒とか飲まないんですけども、その時はね、はいはい、その時は過去にも何回かあったけど、うん、まあもう飲んじゃえと思ってるんです。飲んで何もかも忘れるのは違うんですよ。一回宿帰ってからは、飯も食ってるから何もやることないじゃないですか。まあ、多分テレビつけて野球を見てたのかな、ビール飲みながら野球を見て、ノートも一切開かずに、次の日の着替えだけパパパンって、それも準備してないかな。子守ノート開かなくて、開いてないよ、そんなの、夜開いてなくて、酒飲んで、目覚ましだけは一応危ないから、はい、4時半起きなんで、4時半セットして、7時半ぐらいに一回寝ちゃったかな、歯も磨かずに。だ当然、11時ぐらい目覚めちゃったんですよ。そら冷めますわね。いくらそこで頭で拒否したって、体も覚えてるんですよ。まあ、やっぱそこはね、やっぱ、そこはやっぱり、小森継ぐいい子だと自分で思いました。はい、体がふって目を覚めて11時ぐらいに、何やってんだ俺と。うん、朝までリストできただろって、もう一回考え直せ。で、自分で、自分に言い聞かせたんですよ。11時に。で、風呂入って、はい、頭を一回すっきりして、はい、磨いて、濡れる準備もして、はい、着替えの準備も出して、とりあえず試合に行っても人に迷惑をかけない状態だけは作って、さあ何やるかもう一回考えよう。過去のノートも全部一回見直して。あ、11時から子守ノートが。そうです。1時ぐらいまでかかったかな。全部見て、頭の中でああだこうだって、いろんなゲームプランをシミュレーションしてみて、風がこっちから吹いて、どこに俺が浮いてて、他の人はどこにいて、あの選手はこう浮いてて、でも明日の風だったら選手はこう、もうちょっと入ってきて、で、こういうふうに教えられる形になって、僕がこうなった時にここにこう浮いてて、という計算をして、何十通りかの、何十通りか、何十五通りか以上の試合プランと、自分で過去に釣った魚の経験と、魚いることを考えて、もう本当に、多分頭の中フル回転して、そこからおにぎり2個食ったぐらい、頭使って、やったんだけど、何も見えてなかったんです。夜の時点では、バックアップはまだ平野かと。嫁に電話しちゃいました、僕。あ、そんなことってあるんですか？初めてですね。で、何みたいな感じになって、いや、別に何も用事はないけど。声が聞きたかった。いや、そんなんじゃないですね。誰でも喋りたかったけど、11時回ってるのに電話していい人なんて呼べぐらいしかいないじゃないですか。いやいやいやさすが11時回ってて、電話していい人なんてそんなにいませんよ。まあ、しかも、初日ゼロのあのタイミングで小森さんから着信があったら。あんたみんなビビって取りませんよ。やべえ、はい。まあ、機嫌当たり悪くなって八つ当たりしちゃっても、後で埋め合わせができる人しかかけようがないですよね。まあ、ちょっと、まあ、弱音が吐けるかもしれない。それがあったんで、まあ、これはちょっと後見ても、それがあったんで、まあ、今年の試合の総括として奥さんに感謝するって言ったんですけど、はい、まあ、そのね、電話をして、まあ、その時に、まあ、奥さんは普通に喋ってこれから帰るのでまだ帰ってなかったのかってこっちは思って、仕事遅いんでね、いつもで、でも兄さんやっといてねって話だけして電話を切って、いかんいかんって意味のない電話をしてたなと。確かにこの状態で奥さんに電話しても何も得るものないよな。いやいやいや、まあでもあいつ釣りのこと何も分かってないんだからと思って、僕は自分で考えなきゃと思ったけど、だいたい考えられない。いくら考えても分からない。ダメだと。こんな朝考えてても分からないんだけど、今考えなきゃいけないんだけど、分からない。分からないから寝よう。って、ね、もう一回寝たんですよ。はい。で、4時に目覚めて、で、稽古に来て、準備をしてるして、よく分かんないからそのまま持って行って、僕も、会場近くのマリナに向かう最中にも、やっぱり、何度もゲームのことをシミュレーションするんですけども、何も思いつかないんです。これがまあどういうことか、本当にね、これね、例えるものがないからわからないですね。完全な無。無ですね。やれることは全てやったし。やったし、でもまだ絶対自分の中でやってないこととか考えられないことがあるんじゃないか。あの魚はどういう根拠だったんだろう、この魚は根拠だ、どういう根拠だったんだろうって。結局ね、人の話聞いてもしょうがないんですよ。自分が釣った、本当にピンチの時ほど僕は人に話したら聞かないですよ。人に話聞いてる時は逆に自分もピンチの時だと思いますよ。で、やっぱ自分の釣った中から、魚の中からヒントを探そうと思って。そういえばあの魚、クナックで釣った魚、そこでちょっとそこに結びついたんですよ。はい、どこ行っちゃう、あのチョコレート効果でクランクで連発した状況を、あの魚って本当にいなくなったのかな、いなくなるとしたらなんでなんだろうな、でも練習で見つけてたじゃん、チョコレート効果からの何かって、うん、そういったところにあるシャローカバーを狙っていて、しょんちゃんだけミスったんだよな、うん、あの魚もう一回取りに行く、いやもうそれはやめとけ小森、うん、お前もうあの魚バックサイドでは絶対釣れないよって、それは一回保留にしようと、来年の夏までにもう一回練習しようと、ルアーも含めて、でもそれ以外何かあるだろう、
何かとしたら何なんだろう、やっぱり巻くかと思って。でもその前にライトリングで釣った魚、あれは取れたよなと、あれをバラしたのはただ流れの悪さだから、あれから行くか、で2日目スタートが良かったの。そうだ、初日僕スタート悪かったんですよ。はいはい、で2日目すごい良かったんですよ、はい、だから2日目そのバラした橋脚のそばにある沈分が1個あるんですけど、そこからやったんですよ、うん、で2頭目ぐらい釣れたんですよ。ちっちゃい、ちっちゃいですよ、はいはい、2キロ釣ったら予選超えるよなと。初日ゼロで2日目2キロ持ってくれば、はい、予選は通過します、はい、これは僕が考えたら予想ウエイトになるんで、はい、予選通過のウエイトは2000ちょっとだろうなと。まあ北浦の時もそうだったから、まあ、2キロで予選通過する、だから2キロ釣ればいいんだ、1匹目450、あと1600、あと2匹釣れれば予選通過できるだろうなと思ったんですよね。で、まあ分からないですよね、釣れるかどうかなんて、うん、やっていくしかないですよね。なのでまあそこからちょっとしばらく流した後に、あ、自分のエリアここじゃないなって、もうちょっと下流域だなって、ちょっと規模がもう下流域にしたんですよ、エリアを1個。まあデッドスルーエリア挟んで下流に戻したんですよね、エリアを。で戻した時に、まあちょっとやれることがいっぱいあるなと、そしてこのエリア人いないなと、人少なかったんですね。だからやりきろうと、ここで昨日も2本バラしてるんだよなと、2本3本バラしてるのかな、だからこのエリアに魚はいるんだよ。でもあのバラした釣り方と場所はやらないと、そいつらから何かを考えようと思って、クランクで釣った魚、バラした魚のポジション、それをもう一回何度も何度も頭の中で考えて、だったらここにいるはずなんだよなっていうところに入って、レッグアームのダウンショットで打ったら釣れたんですよ。あ、それはうっすら魚が見えてたんですよね。なんか動きがある、あれ魚じゃないのかな、ボスだったらラッキーっていう感じで。それはベイトスピニング、スピニングだったと思いますね。スピニングのレッグワーク、あれだと思います、はい、あれスピニングでしか釣ってないかな。あ、はい、また原点に戻したんです。60UALS、はい、ここで 60UALS がまた出てくるんです。はい、はい、まあ、もうこれに戻すしかない。もう困った時はこれなんですよ。僕はどんだけ困った時、その初戦の音楽もそうですけど、自分の頭がぶっ飛んじゃって、それでも魚が釣らなきゃいけない時に何か一つだけ持ってけって言われたら、もうレッグワームのダウンショット、まあ、これありきです。僕のこのバスプロ人生はこれありきです。もちろん他のルアーで勝ったことも、他のリグで上位行ったこともいっぱいありますけども、だけどまあやっぱり頭真っ白になった時に手に取るルアーはこれでいいんです。そしてサワー60UALS です。何の迷いもなく間違いもなく釣れたんですよね。でやっぱいたじゃんって、で見えるじゃんと思って、ああ、見える魚も視野に入れていくかってちょっとそこで思ったんです。でチョコレートコガンをまた見ていって、水門があって、水門のとこ多分練習で1匹見えたんだよなって、うん、でもあの魚痩せてたよな、うん、でもあんな痩せてる魚釣っても、でもあと1匹で目標の2キロ行くしな、2キロちょっと大きかったから、じゃああれ取りに行くか、痩せてたよなって言って、いない、あの見えたとこにいないんですよ、チョコレートコガン沿いにいなくて、いないな、じゃあ水門の方にいるのかなって見てないと、こんおお来たラッキーってなって、それが700g、で見た感じ、あ、これ練習で 見た魚だなって思ったんです。で、まあ、ここで練習で釣った魚、練習で釣れたところで見て釣れた、練習で見た魚が釣れた、もう練習は裏切らないんだと思って、はい、もう一匹その足以外でショアカバー以外で釣れたところがあったから、そこに行ってみようと思って行って、そこも行った瞬間にやっぱ何か自分の中でこれ魚じゃないかなっていう心の目で見えたんですよ。それこそ心の目、心の目、まあ、はい、あれ3匹目は心の目だと思いますね、はい、投げたら釣れたんですよ、これが。でそれもでかく、まあまあよかって、で上げたらびっくり、練習で釣った魚だったんです。これ絶対間違いないです、固めの魚で。あ、赤岩の、はい、ちなみにそこまで釣ってる魚1匹目は全部赤岩です。え、な、カワウとかに、いやもうね、多分ね、ちょっとね、やっぱ川あたりをうろうろしてる弱った魚だと思ってください、うん、だから僕のメインパターンからは外れてたとは思います。だけどもうそういう魚しかいないんですよ、その状況で狙ったのに。だから練習で釣れたとこ、練習で釣った魚、これを考えようと。そういえば練習でもう一匹石岩の魚が釣れたとこがいたなって、次の場所に移動したんです、はい、ここクランクでいっぱい釣れたとこだよなって巻いてたんだけど、その赤岩の頭のことが目に浮かんだ瞬間に、ショアラインをクランク投げる手をやめてみたら、うん、一匹いたんですよ。しかもババアでかいんですよ。霞水系でそのすごいパッ、すごい状況ですね。いや、だから神がかってましたよ、なんか、うん、はい。で、これ釣れるかな、まあ釣れなくても仕方がないやっていう気持ちだったんです。で、一回投げたらビューって言ったけど食わなかった、
行っちゃったんですよ。あれ1回目はね、パッと手に持ったから違うルアー投げたんですよ。あ、ダウンショットのリックアームじゃなくて、はい、で2投目はクランク、その2投目はクランク、シャットのそのショットクランク持ってたから、持ってたシャットクランクがパッパーで目の前でジャックさせたら、ヒューって見に行ったけど食わなかった、鼻でポンって包んでついて腹筋せずに行っちゃったんですよ。でそれからも何回か投げて見向きもしなくて、であんまりやってどっか行っちゃったら嫌だなと思ったから、パッと違う裏、この目で切らないようにして、うん、この辺を置いて、こう手探りで持った竿が適切すぎるって。テキサス、はいはい、テキサスじゃねえだろうと思ったんだけど、はい、1回投げてみたら、はい、それも折ったんだけど下向いてそのまま見えなくなっちゃったんです。あーすーって折って、うん、コンってくるかなって待ったけど来ないまま、バスも浮いてこず、バイトもこずだったんです。やっちまったと思ったけど、まあ仕方ない、これはラッキーな魚だったんだと思って、他に魚いるかなと思ってクランクで流していって、釣れなくからさっきだともう一回戻ってみようと思ったら、はい、やっぱいたんですよ同じとこに。はい、はい、で今度は冷静なんで、よし、あいつは消えないなと、しかもあいつは練習で見た石管の魚だと、だから絶対ここから消えやしない、石管の魚が昭和にいるってことはこれ分かってると思いますけど、こっち側の目は見えてないんですよ、はい、昭和側の目が見えてるんですよ。いやすごいですよそれ、練習でどっちの目が潰れてるかまで、そうですよ、覚えていて、はい、あいつだろうっていうから、その目の視界までイメージしたってことですね。だから僕は視界で竿を持ったり何でもできる余裕があったんですよ。だしばらく見てよと見てました。こっち見てねえぞ、はい、なぜなら目つぶれてるから。それは練習の時に一回あいつそうですやり合ってるから、はい、すごい打ち合いですねそれで。一発目のアプローチを見せたんです、キャストたらビューッと泳ぎ出しちゃって、それはキャストあのラインが見えちゃうところに投げちゃったんですよね、うんうんうん、バスに打とうと思ってこうやって打とうと思ったら風で炙られてこっちにとか行っちゃったんです、はいはい、ただバスがライン見てビューッと泳いでやったんですよ、はい。でもあいつは絶対ショーからも離れないって分かってるから、はいはい、次止まった時に仕留めてやろうと思って風を消し出して、うん、次止まった瞬間にメダルにピッて投げたら、ヒ、うん、ューパクって食ったんですね。これが一番でかかって。レッグワーム。レッグワームです。はい。完全にそれでもゾーンに入ってますね、入ってますね。そのジョッシャーリミットメイクって言った時に、こんな簡単なんだ、バッサリって言って逆に思ったのね。初日のゼロから2日目、まあでも、簡単じゃないですよね。なんか、すごいつなぎ合わせて、でも最終的なその石岩とのやり合いっていうところまで聞くと、なんか映画みたいですねそれは。いやまあちょっとね、そのね、ドラマかかってたっていうか、やっぱね、なぜなら3日目は同じことできなかったんですよ。3日目はやっぱ苦しかった、それなりに普通の試合でした。2日目は僕だって特殊な試合でした。意味は分かんないですというと、やっぱりゼロで迎えて1回頭リセットして、何も思いつかないまま湖に浮いて、試合が始まって初めてそこで自分の引き出しとか練習でやったものがダダダダダッと自分の頭の中に流れてきて、で感覚が戻ってきて、でそれでゲームが組み立っていったっていう、その何なんだろう、あんな本当にゾーンですよね、まさにこんなことがあっていいのかなって思うぐらい。しかもそれトップ8まで行っちゃったんですよね。だって3日目そうですよね、はい、いやいや2日目それトップで、で初日ゼロだったのに、はい、2日目のコールされた時に上からコールされて、はい、5番に入ってるわけじゃないですか、はい、5番に入ってること誰が想像できます？いや俺2日目の成績見てなかったな。いや小森さんはもうお疲れ様ですと思って、いやー年末の忘年会荒れるなーみたいな感じで、いや僕も初日を見て2日目も成績表も見ないで帰ったんですけども、はい、自分のウェイトは知ってました。5本取ってて、でその全体のコールをされた時に上から5番以内に入ってるから、あれ俺今日何だったんだろうっていうのをギャド帰ってから見ました、はいはい、そしたらトップ8で笑っちゃいましたね。天国、地獄から天国ってまさにこのことだと。そうですよね、あそこ、はい、あそうだ2日目は見た、そうだ、それでえーって、はい、それで僕は3日目はもうこんないいことは起こらないって思いました、はい、はい、1回リセットを、そう、悪いことがあったらいいことが起こる、これは世の常だし、トーナメントやってればそんなことばっかりです。いいことと悪いことで常に表裏一体、はい、だから悪いことが起きても悲観しない、はい、いいことが起きてもあのなんていうか、うん、浮かれない、もうこれは絶対自分で試合中決めてることなんで、まあだから悪いことがあったからいいことが起きた、うん、さあゼロからだ、うん、最終日こそが試合だって、はい、思って、でも最終日だから釣れるわけないから、まあ全てのスポットと全てのやり口が叩かれ尽くした後ですもん、霞ヶ浦、そうです、はい、で北浦だってそうだったじゃないですか、はい、釣れるわけないから、はい、ただ北浦の時の反省はあるから、はい、一匹絶対釣って帰ってこようと思ったんです。
だから今日泥臭い試合をしてやるぜと思ったんです、うん、2日みたいにゼロベースでひらめきをやっていくんじゃなしに、はい、やっぱり昨日までひらめいたものと、うん、それと初日まで考えたことをプランニングしてプランに沿ったゲームをちゃんとやろう、うん、って思ってレッグカバーのダウンショットベイトタックルで、はい、ショーカバーも含めてベイトタックルのレッグワームもスタンバイ、はい、2日目はスピニングでほとんどその、はい、取って、はい、うーんっていうのをやってきました、はい、でもそれがね良かったんですよ、はい、結局ワンバイトしか取れなかったんですけど、はい、そのワンバイトが真っ赤龍騎のテトラにかけたんですけども、はい、かけてからテトラの前にあるまあ僕食いじゃないね、あれ、木の食い、はい、竹の食いか、竹の食いに曲がりつったんですよ、だから、はい、1回転半したんです、はい、でも魚でかかったんです、はい、980g だったんで、ほぼキロです、はい、でもベイトに変えたからこそですよ、はい、1回転してる食いの上まで行って、力っぽ技をせずに、食いの上を2回ちゃんと回して、それでも食いの下のロープに魚が突っ込もうとしたから、それを力で引っ張って、キャッチできました。冷静ですね、3日目に。至って冷静でした。何か仏みたいになっちゃってたんですね。はい、そのやり取りの始める段階で、GoPro の電源に足を引っ掛けて GoPro 切れてしまった。キャッチシーンが映ってなかったんですけども。あの、杭を、来るって回すとこ見たら。その時後ろに行った時に、ここにある GoPro の紐に足引っ掛けちゃったんです。いやー、ちょっとシステム考えたやつなんですね、この動画時代にあって。国民にそれが見たかったですね。はい。でも、その一歩が取れて、はい、もちろんそのワンバイトしかなくて、はい、あとすっごい苦しかったんですけど、はい、まあ、初日のようにバスをシャロに見に行くことは絶対しなかったです。あ、しなかった？しなかったです。探しに行かなかったんですか？まあ、二日目があまりにも画面かかってたっていうことが分かってた。その、あまりにも奇跡じゃないですか。はい、行く先々で、しかも初日から考えてもなくて、見てる魚が全部釣れた。こんなこと二度とないと思ったことが一つ。それともう一個は、すべて練習で釣った魚だったんです。はい。二日目の赤眼の。はい。だから、もういないんですよ。他にいたっけっていくらノート見たっていないんですよ。でも我々常人だとそれでも5匹も釣れてた日があったら引っ張られちゃいますもん絶対。それで失敗したのが北浦じゃないですか。あそあでも初日のそのやさぐれ方からもうどうにでもなれってなったらそこで行っちゃいそうなんですけどそこで一気に踏みとどまって、いやどうにでもなれと思ったら2日目までですよ、はあ、2日目には冷静になって魚釣って結果が出てるからゼロベースで最終日はゼロベースで自分の試合をしようと思ったわけだからそっとで冷静に考えたらどういう精神コース だからやっぱ V4 なんですね。これ V4 ですよ。やっぱ第4戦に V4 のいろんな規模がやっぱ第4戦に詰まってる気がします。なんか僕はね感情が高まっていくっていうのはすごい好きなんですよ、はい、スポコンの漫画とか大好きだし、はい、自分でもやっぱり感極まって涙が出るようなシーンって過去にも今でも散々あるしやっぱ私がシャーって言っちゃうのもそういうところの現れたんだけどでも自分の行動だけはいつも冷静沈着に決めていきたいんですよ。その中での起こる出来事に一喜一憂したいんですよ。それが自分の行動に対して冷静じゃなくなってしまうと、これってもうトーナメントじゃないですよね。うんうんうん、っていうのがあって、だゲームを組み立てるっていう意味では、冷静に、はい、最終日は冷静に組み立てて、北浦で初日の魚を追っかけて失敗したことも頭に浮かびつつ、なので2日目はお前小森、あれはマグルだぞ、同じことに言うと怒んないんだから冷静にゲームを組み立てろって自分に言い聞かせて、だ僕他人にも同じようなこと言っちゃうから、たまに他人に、ちょっと、そんな小森さんに言われたくないですとか言われることはよくあるんですけど、でも僕自分にも同じこと言ってますからね、いつも。はい、自分にも、うん、考え直せって。だからやっぱその考え方が日本で今一番の状況っていうことだから、それが一番、こういったらあれですけど、ま、それが一番正しい。こういったゲームには正しいと思います、マスリーには。マストーナメントにおいてはこの、計算であとは確率論、うん、これで成功する確率が何パーセントっていうのをちゃんと自分で弾き出して、はい、それをちゃんと天秤にかけてます。それがまあこの後の第5戦の話でもまた出てくると思うんですけど、はい、最強たるゆえんだよなってそこの数字と人の流れとあと今回練習の時の赤眼のバス君たちとの出会いとか、はい、すごい話だよなと。まあ、練習は裏切らないっていうのは本当に、はい、まあね、ほんと確率論の話をさっき言ったけど、まあ、その最終日に確率論、まあ、最終戦の確率論の話にもなってくるんですけど、はい、確率でやっぱ考えてるんです。このエリアには何匹魚がいる、初日入ったら 80%、 2日目は 60%、 3日目は 40% しか取れる確率がないとか、それが35なのか
47個。ざくっとですけど、その計算はしてます。これね、仮にロシアンルーレットだと思ってください。まあ、絶対死ぬ状況でロシアンルーレットを頭に打ちなさいって言われたら、30% でもかけてみようと思いますよ。まあ、絶対、もう どっちにしても、やばい状況なんだったら。30% で生き残れるんだったら、それをかけようと思うんですよ。はい、でも、最初はゼロで、自分は優勝を目指してる。はい、自分にとって一番ハッピーな結果を目指してないであれば、はい、一番確率の高いことからやっていく、はい、っていうことじゃないですか、はい。その時に自分がロシアンルーレットで銃を撃されて、70% です。どうしますか ?70% か。一攫千金かけて 70% 撃ってみるか。って考えるか。いや、知りたくないですね。50% だったら絶対やんないですよね。やんない。でも 80% だったら、その先に絶望しかないんだったらやってもいいかなと思いません？僕にとってトーナメントっていうのは、勝つことが、ああまあそうですね、トーナメント全て、うん、だから、その、勝つために、勝てなきゃ死ぬのと一緒だから、うん、勝てない子守作り方なんて死んでるのと一緒だから、うん、とまではちょっと言い切れないけど、うん、で、勝ちを目指さない、優勝に絡んでこない子守さんなんて、僕の中では魅力のない人の一人なので、そうなるぐらいだったら、打ってもいいかなっていう確率を考えてるわけですよ。はい。その中で、自分が打てる確率っていうのは、やっぱりその時状況によって変わってくるんですけど、はい、確率論、はい、で何どこを取るか 50% だったら取る取らない、この状況で 50% だったら取る、この状況で 30% だったら取らない、いやこの状況だったら 20% でもかけてみる、そういったことは結構考えながらやってるんですよね、はい。まあ、これが結果的に最終戦の話になるんですけども、あで、はい、その前に第4戦はそれで最終的に3日目乗り切って、はい、最終順位はどういう感じで、まあ、5番だったじゃないですか、はい、それで暫定1番に立ちました、はい、で、まあ、霞ヶ浦追慶を比較的苦手としてる、はいはい、青木優衣選手が、まあ、成績を落としてくれて、はい、まあここで暫定1番に立った、はい、で僕の中でね、年間1番を取るっていうのは絶対に4戦までに1番に立ってることなんですよ。あ、過去の、はい、V3 取ったまでも大体そんな流れで、過去はもっと大差でしたね。特に1回目と2回目の時は多分もう出なくても多分取れてたと思いますね。あ、なんかぶっちぎってましたね。はい、はい、2回目なんかまさにもう34点とか外れ離れたんじゃないです か予選落ちしても多分通ってたんですよ。でも小森さんそうですよね、はい、あ、そうか、準優勝とか年間で2位とかの時って、はい、若干接戦の時ですよね、競ってる時って2位3回取ってるんですけど、はい、実はこれはっきり言うと、はい、2位の1回目の時は、はい、上位陣がこけて2位に上がっただけです。あ、これはちなみに青木大輔の1回目の一番の時です、はい、でその時に、あ、案外届くんだなと思ったんですよ。でその翌年1番を取ってるわけです、はい、で2回目の2位の時は北大輔がぶち切った時です。これも残念ながら北大輔がぶっちぎってて届かなかったです、うん、僕は優勝しても多分無理でした、うん、なので、うん、これも実はもうちょっとまあ見えてた2位っていうか見えてた2位ですね、うん、はい、で逆に言ったら2位まで行ってよかったね、はい、でもう一回の最後の2位だけは、はい、これは藤田清也と競った去年の試合、うん、いやでも目標通り4戦目まで1位立ってるわけですよ。いやでも今聞くとなんかもうとなんか、まあトップカテゴリーなんで当たり前なんですけど、はい、やっぱすごい頂上決戦がずっと行われてますね。でもその頂上決戦で僕の完璧なシナリオを崩したのは、まあ言うならば内田恭也しかいないですね。あとは自分では感じてますけどね。あとは負けちゃってましたからね。あとはね、2回優勝した2016年からこの年も北君が勝ったのかな。この年はもう年間取ったと思ったんですけどね、取れたと思ってたんですけど、まあ一戦ちょっと外しちゃったので、まあ、あの時も2戦目計算してしっかりディープで釣っていったんだけど、うん、31だったのかな、それで予選落ちちゃったんですよ、うん、別に何のキーパー取るのに何の不順もしてなかったのに、ちょっとした計算のズレというかキッカーが入んなかったんです、僕だけありましたね、アンラッキーが僕にだけ起こったっていう、はい、他の人は同じことやっててポロリっていいのが入ってんのに、あった僕は他の人の倍数釣ってんのに、はい、一匹もいいのが入んなかったんです、恐ろしい。で、僅差で予選落ちたんですよ。100グラムとかその差で。あえっていう、あの時だ。予選通ってて、予選通過順位の、要は30位のウェイトと同じだけを最終日に釣ってきてたら、はい、25、6番ま、じゃあね、21、2番まで上がってて、はい、多分年間1番になってたんですよ。
そういうスレスレの話を聞くとなんかもう小森さんってなんかもう V6 ぐらい取っちゃってそうな、まあ、印象。あの北君と青木君がいなかったら、まあ、そして藤田君もいなかったら8回取ってるんですけど、それはちょっと言い過ぎだけど、せめて青木君がいなかったら7回取ってるんですけどね。いや強いですよね当時の。まあ全然もっと余談が続いちゃいますけど、青木プロもアメリカ一旦いやでもね、それはいなかったらって言ってるけど逆の話ですよ、うん、これね彼らがいたからそこまで頑張れてるんですよ、はい、これだけ間違いないでしょうね。ライバルたち、ライバルがいたから、うん、青木君、北君、まあ五十嵐君接点の中で言うと、うん、それからまあ藤田さん、うん、それからその辺がまあいたから、うん、まあ僕はこの10年間この成績を維持できたっていうのは間違いなくあります、はい、まあ、あとまあね、な間で取った選手っていうのは福島君、うん、それから小林君、うん、その辺がいたからこそっていうのはありますよね、うん、まあ逆に言うなら V3 取るまでの間はやっぱりまあ今井プロとか、うん、そういう年上の方に支えられて、うん、それたちを目指してきたっていうのがあったので、うん、まあだからですけどね、これからは僕が目標にならなきゃいけないっていう気持ちももちろんこの10年間あったっていうのもありますよね。だからその状況まさにな、今4戦終わった時点で、はい、暫定首位に立って、はい、でいよいよ運命の第5戦目、これはもう小森さんからか小森節で詳しく、はい、毎日の状況を聞きたいんですけども、僕はね 2500g3 日間、はい、これを最低ウエイトだと思いました。まあホームといえる桧原湖での、はい、でもね桧原湖に行かれてる方は分かってると思いますけど、桧原湖のスモールマウスって9月と10月で全く姿が違うんです。もうね、サナギと蝶ぐらい違うと思います。9月だったら何とかします。絶対に。でも10月になると、これでもかっていうぐらい変わっちゃう部分が出てくるんですよ。まあ、結果蓋開けてみれば、そんなに変わらない面も残ってくれたんで、助かったんですけども、はい、まあ、これでもかっていうぐらい変わっちゃいます。はい、まあ、大きく言うと水温が下がってきて、はい、今回は14度、15度で持ってくれたんですけども、あれが12度、13度まで下がってしまうと、ワーミングの釣りが通用しなくなってしまう。ハードベッドしか食わなくなってしまうってことも考えられたんですよ。そうなると、未経験の世界じゃないですか。得意な桧原湖といえども、地形は知ってるけど、釣りに関しては10月なんてそんなに経験ないですよ。しかも10月半ばなんて。1回、2回しかないです。勝手な印象だと、はい。なんか知りすぎちゃってると逆になんかハマっちゃったりっていうのも。いや、全然知らないから、10月は。もう未知の未知の世界、もうゼロからまた構築していくぜっていう、よく知ってる湖で違う水魚を釣るような規模だから、プラもすごい考えました、はい、でもその中で2500日間を絶対外さない、これだけは絶対に作っておこう、うん、それができたら次のことをやろう、うん、それができたらさらに次のことをやろうっていう感じで、はい、2500日間を外さない釣り、そこにキッカーを混ぜる釣り、それができたらキッカーベースで魚を釣れる釣り、それができたらさらにラージの釣りっていうステップアップを考えてプラをやったんですよ。あ、聞きたかったんですけど、はい、その小森さん戦略の中にあんまりラージっていうワードが桧原湖の時あんまりないよなと思って、そういう順序立てて、はい、ここまでのプランができたらそこから初めて、はい、こちょこちょやってみようかっていう、そうですね、そういう順番だったんですね。なんでラージマンでのプランがないかっていう、その順番でラージマンでのプランをたどり着かないからです。いつも試合前にどっか割るしかいけないんです、はい、で唯一ラージから試合を組んだエリート5の桧原湖戦というのがあったんですけども、はい、この時はこの手順を逆にしてみたんです。でもそしたらやっぱりラージから先は広がらなかったんです。うーん、まあ、結局そんな多くのパターンは持てない中で、はい、自分ができることと自分の目標順位っていうのをしっかり設定しないと、桧原は大きく失敗してしまう、うん、という意味ではラージから消していかなければ、やっぱり優勝は無理でも上位すら取り損ねてしまう。うん、僕は桧原でラージを釣ってきて優勝なんていうのは、これっぽっちも目指したことがありません。それでいいんですよ。特に今回はその未知の領域で、まあ、2500ってことですけど、はい、これがまた霞ヶ浦の初日みたいなことが巻き起こったら、もう小森さん、だいぶやばいことになっちゃうわけじゃないですか。はい、初日どういうプランで臨まれた？初日は、魚探にバスが移りにくい場所。映ってない場所がメインだったんです。でも あえてそういうところ、はい、あえてそういう場所でライブスコープがこんだけ主流になってきてる、アクティブターゲットとかライブ魚探が、その中でそのライブ魚探を使った釣りっていうのはみんながやるわけですよ、はい、それじゃないところで探しといたところがそこだったんです。実際釣れてたんです。スローにするべきだと結構釣れてたんですよ。
そこで機能しなかったんですよ。あ、初日結構スレスレな感じだ、はい、そう、スタートも良かったし息を用としてそこに入ったんですけど、うん、朝から1時間半のバイト、うわ、でそこで、まあ、ライブゲタンをもう一回丁寧に見て、まあそのエリアにいたギュタンで見た魚を一匹釣ったんですけど、キーパーはあったんだけどあんまり大きくなくて、うん、えって逆に思ったんです。これはちょっと計算外だぞと思って、ここを捨てるかどうかで悩んで、結局10時まで悩みました。で10時まで1本ですもん。怖いですね、はい、でセカンドの場所で考えたところに行ったらドピンで人が浮いてて、あのドピンはさすがに気づかないだろうって思ってたんだけど、やっぱ気づいた選手がいて、さすが得意だなと思いましたよ。でそのドピンをやったけど、当然際どいところまで、まあ、近いところまで行かせてもらって話をしたら入れてくれた人だったんで、うん、まあ、20メーター以内じゃないですよ、はい、ちょっと離れたところ入れてもらえて、で船団のになりつつある中で、まあ、2人でやってて、で彼が入れてくれた理由っていうのは、彼は全然釣れてなかったんですよ、はい、で入れてくれて、もうそのまま立て続けにパッパンって釣れて4本までは行ったんですよ。あ、はい、で1本ちょっといいのも入ったんですよ、 650g かな、はい、でこれに入れ替えられると思ったんです、数釣っていけば、はい、で練習の時とか850とかも釣れたんで、はい、でも全然そこからバイト止まっちゃって、釣り方も変わっちゃって、そのエリアで僕ダウンショットで釣ったんですけども、ダウンショットじゃなくなっちゃったんですよね、釣り方が。まあそれでもなんとか絞り出そうと思っていろいろ考えながら、ちょっと半歩が近くにあったから、半歩の斜面に1個石があって、この石を利用して釣ろうと思って、この石にバスが入ってくるところを狙って、周りで釣りをしながらベッドの群れが動いたりして、バスがこっちに行きそうになったらこの石にルアーを入れて止めとくっていう釣り方をやってたんです。でまあちょっとバスの周りが午後になって悪くなっちゃって4本で終わってしまう可能性も出てきたけど、周り見てるとそんなに竿が曲がってないから、はい、4本で、これ2200ぐらいだけどどうかな、これで25番ぐらいかなって僕は思ってたんです、はい、でまあ僕の計算ではこれ朝考えたとこダメ、はい、バックアップで絞り出した感じ、まあ厳しいな、全体的にも厳しいだろう、うん、と思って、このまま終わってもやむなしか、でもリミット欲しいなと思ってる時に3時6分だからなんかに来たんですよね。お、初日3時半までになったんで来ちゃうから、はいはい、でだからあと、まあ、移動もかけたらあと15分っていうところで一発来て3時6分はい、でそいつをやり取りファイトしてる、はい、してて、まあ、全然バレる感じじゃなかったんですけどね、はいはい、まあ、ちょっと気持ちが実は焦って、はいはい、ネット際で一回またツッコミさんだったら無理やり寄せたんですよ、はいはい、たら魚は寄ったんですけど、はい、フックアウトしちゃってネットの辺にバンバンって当たって落ちちゃったんです。ああ、ああ、うわー、3時6分はい、やばいですね。まあまあ、でもまあ僕はもう2戦目で死んでますから1回、はい、何にも怖くなくて大丈夫、次のキャスターでまた釣るから3時6分でバラして、はい、メディアの人乗ってたんで言ったんですよ、はい、次のキャスターでまた釣る、はい、で正直もうメディアの方は終わったかもしれないぐらいの顔で僕を見てるから、そんな顔しないでくださいよって、僕の方が不安なんだからって、うん、でも絶対釣れるから、うん、終了間際に絶対釣れるから、うん、で時間過ぎていって、はい、一応考えたら20分には出なきゃいけないな、はい、と思ってて20分になって、はい、21分だったから釣れたんですよね。来ましたね。次はもう冷静にもう時間オーバーのことも考えながら、はい、絶対自分で寄せずに網に魚が入るまでやり取りしよう、はい、はい、入ったよっしゃー、リミットメイクして締めてバンドル全部止めてエンジンかけて速攻帰着です。はい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 。それがギリギリでしたね。うわー、もうジャスト着ぐらいですか。まあトップフィリーの場合はエリア内に入ってれば OK っていう帰着だから、はいはい、ある程度余裕はあったけど、はい、それでも1分前とかかな、はい、いやー怖いですね。はい、アクシデントがあったら終わりですよ、はい、初日現に帰着できないとか、はい、初日も2日も1人ずついましたからね、はい、弱プレートは直してたんですか。あ、もちろんエンジンは問題ないです。エンジンは問題ないんだけど何よりもライブエロを飛ばしっぱなしたからエンジンかかなくなっちゃう人がいるんですよ。あ、バッテリー上がりが、そうです、はい、でそれで初日も2日目も帰着遅れの方がいましたね。やっぱ寒いからバッテリーもちょっと、寒いというよりもおそらく移動しないでずっと釣りしてるからですよ。あ、怖いですね。でも、はい、いや無事帰着できて初日できて、はい、5匹もちろんそれに対するバッテリーの予備とかも積んであるんで、はい、そんなミスはしないですけども、はい、まあ、万が一ももちろんあるじゃないですか。そうですね。でもまあ帰着できて、はい、で初日僕は25番から20番の間と思ってたんですけど、はいはい、31位っていう順位を見てあれれとは思いました。いや、そうです、年間優勝に向けての、はい、自分もその相変わらず SNS とかで見てて小森さん31位あれ
でもこれね、あれって思いました、ね、思ったんだけど、まあ31ってこれね、僕にとって延期が良かったんですよ。へえ。なぜならね、はい、1回目のビューティーで、はい、1回目の年間チャンピオンだった2009年の最終戦も引き払子で、はい、で初日31なんですよ。あでも初日その時は2位と29ポイント差かなんか空いてたから、はい、その時2位誰だったか覚えてないですけど、はい、もうその方も遠くに行ってしまってたので、うん、もう全然余裕だったんです、うん、で今回に関してもやっぱ最終戦は対人なんですよ。で当然ですけど江尻選手にしても、はい、今泉選手にしても、はい、まあ吉川選手はその時は考えてなかったと思いますけど、うん、まあ年間黒田選手にしても、はい、年間5番目でいった選手っていうのは、はい、多大なプレッシャーを感じてると思います。あこれがトップユーティーのタイトルなんです。あそうですね。小森さんは、はい、V3 取っててその肌感覚とかも分かってるかもしれないですけど、片や若手たちは、はい、これはとんねえとっていう、みんなあの青木大輔をもってしても初年度に取れたわけではないです、うん、3年4年かかってもそっとかかってるかな、はい、であの藤田恭也にもってしても1年目に取ったわけじゃないです、はい、過去に1年でこのタイトル取ったのって井出さんぐらいじゃないですかね、はい、ワールド時代の、はい、井出さんが2002年に初年度で、うん、あの上がった初年度で取った、うん、それ以外で初年度でタイトル取った選手が僕の記憶ではいないかな、うんはい、それが第1回目の菊本さんぐらいじゃないですかまあ、それは用意どんで、用意どんで取ってますからね。それ以外でやっぱ何年かかかってるわけですよ、はい、そんな軽いタイトルではないです。僕はよく知ってます。ただまあ万が一もあるかもしれないですけど、僕がこけなきゃ万が一じゃないんですよ、はい、そんな1年目で江尻君が取るとは僕は思ってません。2年目の今泉君が取るとも思ってません。まあ吉川君がどんだけ上がってきても届くとは思ってません。だから怖いのはやっぱり、まあそれこそ2年目で取るとしたら青木優衣くらい、彼はやっぱり火花得意だし絶対釣ってくるし、今年なんか川口湖なんか全部全部勝ってますもんね。意味はないですよね。そういう世界があるんだ。まあ超ライブスコーパーなんですよ。ライブスコーパーの上にいる超ライブスコーパーなんです。そこまで極めるとまたなんかライブスコーパーゆいっていうアニメができるぐらいのライブスコーパーですよね。まあもうある意味本当に強いトーナメントターンですよ。あの武器を持ってるんだし、でまあ彼は来てもおかしくないです。2年目でも、だけど、まあ、来るとしたら僕は彼を計算したから、彼は22ポイント23ポイント差だったから22に僕は入ればよかったわけで、そうですね、霞ヶ浦でちょっと青木優衣選手ちょっと失速してしまったんで、はい、そういう自分の計算の中で、はい、まあ、失礼な話になっちゃうかもしれないけど来ないだろうと、はい、他の選手は、はい、と思ってたんです。だからまあ20、31でもまだなんとかなると、まあ、だけどまあ予選落ちは許されないから。そうですよね、はい、あのカットラインって改めて何位なんでしたっけ、はい、30位ですよ。30位で残る、31位で落ちる。あ、その状況で初日やっぱり31番っていうのはなんかヒヤヒヤな。いやでも初日の上と思ってきたら順位上がっていくわけじゃないですか。いや冷静ですね。そこが試合巧者っていうか、俺なんか同じ状況だったらないけど、あのもうそこでもうパニックになっちゃって、やっぱ今日31だ31だ。でも聞いてくださいよ、初日の朝一失敗してるんですよ、はい、そこから修正して時間が足りなかった、それでも31番ですよ。あもう2日目失敗しなきゃいいんでしょ。いやそれがやっぱり常人の精神力じゃない。だってもうその店巨端に移んなくて連れてたエリアを捨てちゃえばいいんですから。あまあ初日をもうプラとして考えるぐらい、はい、で消去法で一つのパターンが消えたんです、はい、ただ残りのプランは用意してあるわけですよ、はい、そこが霞ヶ浦と違うんですよ。あ手がなくなって真っ白になってるわけじゃなしに、はい、手をいっぱい用意しといたから、はい、で第一プランが死んだと、はい、第二プランになってまあこれがちょっときつくはなってくるだろうけど、はい、第二プランから行こうと思った時にじゃあ第三プランから動かしてみようと思ったんですよ、はい、先きっかけから取りに行きました。あ2日目は2日目はい、はい、初日悪かったんだから2日目いいことがあるだろうと思って、うん、キッカーから取りに行ったら朝速攻で800回釣れたんですよ。ちなみにそのキッカーを取った釣り方リーグってのは表層です。表層で、表層でそれはまあ、タックルは一緒です。モノタックルで表層でライクのエラストマーの、はい、2点、これ違うエラストマーじゃないですけど 2.5 で、はい、表層に浮かべとく釣りで6枚 ULS で、はい、はい、取りました。しかもそれも、あれいねえなって言っていないっすねって四角選手がドーンって出るわけが聞いたんですえって、はい、ほらラッキーが起こったって僕は多分そうやって言ったと思います。あのラッキーだったらラッキーが起こるんだよって、うん、
って言いながらやり取りして、これ絶対バレないですよ、何やってもバレないです、これは、うん、まあバレるわけないですよ、うん、糸太かったし、 B の4モードのリーダーだし、うん、道糸は 0.4 だったけど、うん、絶対こんなのバレるわけない、バレないよこんなの絶対に、これは練習で何回もやった釣りだと、うん、でどんだけ走るともバレない、どんだけでかくてもバレない、だって50人は投げてますもん、そこで練習で、やっぱり練習は裏切らないのが、ここでも出てくるんですね、はい、キャッチでできて、はい、まあ、これ幸先いいぞって、初日の魚2本分じゃないですか、はい、なんならあと3本釣ればいいんですよ、うん、で僕は速攻で移動しました、はい、もうちょっとそこやってもよかったんですよ、うん、だけど速攻で移動しました。それは3日目に残すとかそういう、それもちょっとあったんですけども、その魚はラッキーだから、ただの、ああキッカーパターンで、はい、2回も3回も3回もラッキーがあったら悪いことが起こりますよ、ああよし、はい1匹、はいラッキー釣れた、はい、はい、じゃあ揃えに行くぞ。そうです、あくまでも揃えた釣りにプラスアルファのキッカーとして考えたパターンだから、をたまたまそっからスタートしたから、そうです、第2パターンの方にすぐに移行していくわけなんですね、はい、このパターンで5匹釣れると思ってないですもん、はい、思ってたらこれメインでしょ、はい、だってでかい魚なんですから、はい、だから3つ目のパターンってことですもんね、はい、そうです、はい、それで3つ目のパターン、はい、行ったからスタート、はい、でまあ行って取れて、はい、でもプラン元に戻したんです、うん、プラン2に。そしたらまあ、あの初日ちょっと一箇所すごいベイトとバスがリンクしてる場所があって、はい、で初日もそこでは1本釣ってたんだけど、はい、そのあのセカンドパターンの、はい、人とパッティングしてる方じゃないちょっと外れなんですけどね、はい、そっちに入ったらまあ簡単にリミットメイクできて、そこでで、あ、ここはやっぱリミット取れるなって、でもちょっとやっぱサイズがちっちゃかったんで、で初日の入れてもらった場所の方にもう一回行ったんだけど、はい、そこもやっぱさらにサイズがちっちゃくなってたんですよ、はい、釣ってもちっちゃくノンキーが釣れて、うん、でこれじゃないなと思って、最終日のこともあるから、その時点で2400ぐらいあったんだけど、はい、2500ぐらいかな、はい、あって、まあボーダーはクリアしてるんだけど、最終日の部分があるのと初日の思ったより順位が低かったことでちょっとだけ借金があるじゃないですか、ちょっとその分は、はい、2500じゃないし、はい、2700にもう一回置き直そうと、だから2003キロぐらい持っていきたいなと、じゃないとちょっと不安も残るなと思って、うん、キッカーパターン2、本当は本当に厳しくなったらそれをメインにしようと思ってたディープの立ち木の根元を釣る釣りのパターン、うーん、これにも変えたんですよ、はい、たら行った先で1匹500が釣れて、そこからはね500が入れ食いになりました。うわ、なんかいろいろ、まあ売り食いって言ってもそのワンキャスト時間かかるし、一箇所でバタバタしなしに、あ、これこんな立ち木やりましょう、ピュー、はい来た、でちょっと移動してここに釣れると思うんだけどな、この立ち木、ピュー、はい来た、まあ600ぐらいでも入ったかもしれないな、で結局3キロ弱2990いくつかなまでウエートが上がりました。まあもうこれでほぼ年間も決まっただろう、でまあその日の順位も予選も通過しただろうと思って帰ってきましたね。まあ、予選通過順位は自分の推定では25位、はい、まあ、ぴったり25位でした。まあ、初日で遅れた分ちょっとだけ遅れてる、だからまあそのウェイト的にはもうちょっと上だろうと思ったらやっぱ24位か3位だったのかな。で青木くんが上がってこなかったから、この22位っていうボーダーは必要なくなったんですよ、で、まあ、江尻くんはもう下にいたんで関係ない、で今江尻くんがちょっと上にいたけど点差があったのでね、これが追いつかれることはない、はい、で、まあ、今泉君の初日のボートポジション見たときに、うん、彼は僕を抜こうとしてないポジションだったんです。僕が落ちてくることを期待しているポジションだったんです。で、それはいくらなんでも僕が落ちても彼は届かない、うん、だからタイトルってそんなもんじゃない、うん、そこは攻めなきゃいけない、そこは攻めなきゃいけない、でも彼はそれを精一杯見つけたことだったから、うん、最後まで自分の釣りを貫き通して、うん、年間順位を下げずにいたんだから、うん、逆に来年以降は怖い選手の一人に なりましたね、これで。あそこで攻めずに、冷静に自分の順位と、その小森を抜こうとまではせずに、自分の順位を守って取れたらいい、要は2位の戦い方をしたんですよ。さっきまさに何戦か前の解説で小森さんが言ってた、はい、小森さんの戦い、クレバーな戦い方の方をやったんですよ。やり切った。それ怖くないですか？年間が見えているのに、はい、それをやり切ったっていうのは、まさに。はい。ヤングコウモリじゃないですか。そう、そこまでは年間までは取れないかもしれないけど、うん、今回はこれを学んだと、最終戦前のトップだけ立ってなきゃダメだなと思ったと思いますよ、うん、あと怖かったのは吉川選手が上がってきて、はい、彼は本当に今年力をつけましたよね。去年そこまで強い選手だと思ってなかったのに、今年はもう年間優勝争いに加わってきて、お立ち台もほぼ後半立ってましたもんね、ずっと。いや、本当すごいなと思います。多分相当何か自分の釣りを見つけたんだと思うんですよね、うん、そういう選手はやっぱ怖いです、うん、
ひょっとしたら今年も取っちゃって来年以降もずっと強いままかもしれないです、うん、まあそんな選手も上に行ったりして、うん、吉川選手はもうさらに点差があったので、はい、届かないだろうなと思いました、はい、それでまあ最終日になったわけですよ、はい、まあ、最終日は僕は、まあ、武田選手に言われたのが、武田選手がまあちょっとあの武ちゃん俺最終日どうしようかなって喋ったら、うん、近くにちょっと今回別件でちょっと喋ることもあって、はい、まあ心配してくれてたんで僕のことも、はい、武田君にどうかなって言ったら、いや小森さん別に普通に2キロ釣ってくればいいんだからパワードル低いじゃないですかって言ったら、うん、2キロじゃダメだろって言ったら、え2キロで大丈夫じゃないですかってなって、うん、どういう計算して2キロって言ってんだろうって思って計算したら、あ2キロで足りるんだってちょっと浮いてきたんですよ、うん、でもそれは良くないなと、うん、僕は2500って言ったんで、はい、2500を取ろうと思ってたんです、はい、で最終日にもうやっぱ喫下場所から始めました。でその理由はその喫下場所実はバッティングしてて、うん、初日は入れなかったんですよ、うん、初日も苦しい時間に2回見に行ってるんですけど、はい、2回とも入れなかったんです、はいはい、それで移動だけで30分以上ロスしちゃってるんですけど、はい、なぜなら初日はそこに人がいて、うん、2日目もいたんですけども、うん、彼はそこで粘り倒して3日目にはいなかったんですよ。意味は分かりますよね。まあ、はい。なので3日目いないことは分かっていたので、スタート時点で。お疲れ様でした。はい。だから朝一から行ったんです。はい。たらやっぱり一発目で結構いい、これも800ぐらいの魚が釣れて。ああ、それはしっかりもう練習、はい、練習で掴んでるし、もう見えてる魚でした。はい、見えてて食って。でそれ以外も何匹か見えてるやつがいて、うん、これもね全部ルアーまでってガバーンって来るんだけど乗らなかったりして、一発も絶対50超えてるやつがブワーン来たんですけど乗らなくて。やっぱりでも小森さんはやっぱ V3 撮ってるから、はい、それ小森さんだからそういう今ははーって感じで喋ってますけど、はい、絶対バラさないとかその状態キープできないですよね多分最終日、はい、いや年間あるかも年間あるかもっていう状況で800が食ってきたら冷静に多分もうドラグとかおかしな挑戦になっちゃってて絶対俺なんかバラしちゃうんだろうなって。いやだってね、できないことはできないんですよ。どいくら先発もあったりカジマのクソ力が出たって僕は空を飛べないし対岸まで泳いでいくこともできないし、北浦でできないことはできないじゃないですか。それぐらい自分のできることとできないことを見極めるのがプラクティスって言うんですよ。あ、なるほど。できないことはできない。だからキッカービッシュなんて2匹3匹は取れないんです。3匹取ったら優勝っすよ。まあ、801匹だったらもう納得、うん、納得のよ。納得いってる中で深追いして2匹3匹出たけど取れない、はい、やっぱり取れないじゃない。2匹3匹っていうのはやっぱりやっぽどのことがないと取れない、うん、分かってた。これ取れたらラッキーでしたよ。確かにあそこで50本入ったらもうゲーム終わってました、うん、ずっとキッカー狙ってもよかったですよ、うん、でそれも考えた。でも取れないんだから、取れないから1回移動しよう、冷静になって自分の釣りをしよう。僕これはメディアの方にも言ったと思います。あの自分の釣りをやり直します、うん、なのでもう僕の負けはありませんって多分言ったと思います。うわ強すぎるな。でもそっからがね面白いことにトーナメントって、はい、まあその月島エリアの初日2日目キーパー取りをした場所に行ったんですよ、はい、だからドピンで2日間誰も浮いてなかったので選手が浮いてたんですよ、はい、でこともあるのにもう1箇所のピンも人が浮いてたんですよ。これは選手じゃなくて一般の方だったんですけども、でこれはしょうがないなと。これまあ僕は言えることないです。なぜならポイント上げてましたからね。いないうちに入るのはこれ自由なんで、この選手のせいではないです。一人に関してはちょっとまあ見て入られた感はあったんだけど、まあこれも何も言えないです。やっべえなってちょっと思いましたね。その時は本当にやべえなと。さすがに1本800グラムじゃ予定より低いだろう。武田君は2キロって僕は2500って言った。800じゃダメだ。1200は最低限っていう。そうです。あと3匹は釣らなきゃいけない。場所あったっけって僕から考えて、じゃあ2日目サブキッカーというか500を入れてった場所、はい、もうあれしかないなと思って一回立ち木の根元を狙うパターン、一回そっち先にそっち行ったのかな、はいはい、先にそっち行ってダメだからそっち行ったらその状態だったからやっぱり戻らなきゃいけないと思って戻ったんです。でダメだと思った理由はそっちもバッティングしたんですよ、はい、3人選手がいたんですよ、はい、でこれまずいなと、うん、でももうここで絞り出すしかない、ちょっと自分なりに自分のゾーンに入ろう、うん、周りは見ない、自分のルアーだけしか見ない、ライブスコープ、ライブシューティングしながら、はい、ルアーをしっかり立ち木に落としていく、うん、ってやってるとノンキーパーが釣れて、はい、であるある絶対大丈夫あると思ってたらキーパーが500が釣れたんですよ、はい、500まあまあいいなと、うん、あと2本釣れりゃもう余裕じゃん、はい、と思ってて時間もまだ2時間以上あったんで、そっから
時間がね、どんどんなくなっていって、バイトもなくて、ミスもなくて、あれこれどうなっちゃうんだろう、3本で終わっちゃうのかと思って、でも3本でも2000にはないけど、1700くらいはあるんだよな、これ、と思ってて、でもなぁ、もう1本欲しいなぁ、もう2本欲しいなぁと思ってた時に850が出てたんですよ。はい。もう850。はい。その時点で2500じゃないですか。はい。1700くらいあったから。はい。あ、5本いらなくなっちゃった。まあそれで終わっちゃいましたね。あ、でもそれが最後。最後ですからね。あ、そこからノンキーパーは何匹か釣りましたけどね。キーパーは釣れなかったです。いやでも3日目もなかなかなこう起伏があったんですね。そう、やっぱね試練を与えられました。はい。でも僕が与えられている試練は多分そんなことよりももっともっと多分その霞ヶ浦の試練とかエンジンの試練とかそういったのがあったからそっちの方が多分大きかったんだな。じゃあ5戦目は結構心穏やかにこう、うん、魚が釣れないぐらい大したことないですよ、見つけてるんですもん。いやー、うん、おめでとうございます。いやいやいや、まあだってね、最終戦に関しては練習する時間が実はね、これも試練の1個なんだけど、僕プラって最低7日間するんですよ、はい、最高で10日間、はい、やるようにしてるんですよ、はい、これはやることがなくなってもそれぐらいの日程は取っておきたいし、うん、何かアクシデントがあるかもしれないから、あるいはそれぐらいやっぱやることによってやっぱりやったぞという、うん、やっぱ自分なりの自信もつくんですよね、うんうん、何回か後半で出てきた本当練習は裏切らないっていうところについてくるのか、はい、そうなんですよ、はい、だけど桧原湖戦に関しては実は4日しか練習できなかったんです。あ、4日って少なくないですか。桧原湖で4日、小森さんいつも結構ガイドとかも含めて長期的に、はい、予定組んでる印象はありますけども、僕 JB2 の桧原湖シリーズに出てるんです、ね、はい、JB シリーズを運営をしてるため出れないんですね、はい、でそれを出るために1週間前からオフリミットになってしまうんですよ。あ、そうです。だから JB2 で出るのに JB2 の直前プラと JB2 は出ました、はい、そして1日休んで月火水木、はい、だからまあ実質、まあ、この前の2日 JB2 に出たかもプラだと考えれば6日はできてるんだけども、はい、実は全然プラにならなくて4日しかできなかったです。でもそのドラマがあり、はい、ついに5戦目終了で、はい、ついにコールを受ける。そうですね。いやちょっと全部詳しく聞きたかったんで、はい、ちょっと本当今回5戦の細かいあらましをお願いいたしますっていうことで、はい、かなり想像してたよりドラマチックで、まあ、もう最後の 1週間が本当にその桧原湖戦の後はバツプロ選手権があって、はい、まさ、オールスタークラシックがあって、はい、それから JB のクラシックがあって、はい、この河口湖の2試合はもうちょっと集中力変えちゃってあんまり結果良くなかったんですけど、体調不良みたいな感じで、まあそうですね、そんなこともあったので、はい、まあ、正直、ね、この北加納この間にいろんなこと忘れちゃってて、はい、語り尽くせてない部分もあるかもしれないんですけども、はい、いやでも試合直後のインタビューとか全部見直していて、はい、本当おっしゃってたような感じの流れと、まあでもやっぱりさすが小森さんだから、そうは言っても全部覚えてんなっていう。まあね、まあでもね、年間に関しては今年取った喜びよりも去年の悔しさの方がまだ大きいんですよ、僕の中で、はい、去年ほんと悔しくてね、もう言葉に言い尽くせるのが悔しかったんです。去年もその霞ヶ浦の初日も悔しかったけど、あれはただの放心状態そんなんじゃなくて、ほんと悔しくて悔しくて悔しくて本当に。でもこれは悔しいのは本当に自分のせい、まあいろんなアクシデントもあったし、あの試合いろんなミスもあったんですけども、まあ本当悔しくて、この借りを返さなければならないという中で、悔しい方が勝っちゃったまま試合が始まってしまって、まあゲームになっただけすごいなと自分で逆に思いますよ。ゲームになるかどうかすら怪しかったですもん、悔しくて悔しくて。だけどまあね、そんな悔しさがあって、去年そんだけ悔しかった理由っていうのは一つあってね、僕本当去年年間優勝してもしなくてもやめようかと思ったんですよ。1回、まあトーナメント自体をやめるかどうかすら分かんないですけども、うん、1回この最先端のトップを走るっていうことの目標から目標値をどっかにずらそうかと思ったんです。休むもいいし、あるいは勝ちを目指さないトーナメントでもいいし、でだけどそれはそんなこと思ったから念願が出なかったのかもしれないって最終的に僕に思わせることになったわけですよ。わかんないですよ。やめようと思った理由は、まあ、僕はずっとこのタイトルを目指してやってきてるんですよ。まあ実質
それ以外のことやったらもっと儲かったかもしれないし、もっと生活が楽になったかもしれないし、今だってこの華やかにいろいろ見せてるけど、しんどいところもあるわけじゃないですか。そのしんどいところをやっぱりね、埋め合わせることもできたし、まあ周りにいる人間にもやっぱりそういう心配や迷惑をかけてるわけだし、そういったことも全部ひっくるめて、どこまで優勝を目指すのっていうのがあったんです。だから勝ったらもうそこで一回区切りにしようと、もう勝てなかったら一生勝てねえよと思ったんです。なぜならもう48、7っすよ去年で。だからこそ取ってやろうって気持ちもすごい強くて、はい、それはなんでかっていうと、ちょっとさっき途中で言ったけど、やっぱ若い選手が出てきてるわけじゃないですか、はい、30代が出てきた時は憎たらしいなと思ってましたけど、20代が出てきた時には世代交代の時が来たのかなっていう気持ちもあるんですよ、はい。まあ、現に僕の同世代もほとんど残ってないじゃないですか。もちろんそんな大して続くないって言ったんだけど、タイトルホルダーみたいな選手あんまりいないんで、まあね、その強い選手が残って弱い選手が消えていくっていうのは、これはもうトーナメントの世界だから仕方がないんだけど、やっぱり20代が頭角を現してる中で、勝てなくなったら彼らと取って代わられてしまう、これはもう必然なわけで。でもそんな時に彼らに対して何かこうね、目標になったりとか、はい、小森さんっていうやばいやつがいたんだよっていうのは、知らないおじさんからそれぐらいまでの傷跡とか爪痕とかいうのは残して、やっぱやつらにもまあなんていうのかね、一つぐらいは見本になるところを持って教会を去っていく形になったとしてもですよ、そうしていきたいじゃないですか。だから去年は年間争いができたから、負けても勝ってもやめてもいいかなと、で勝てたらなおさらそうなのかなって思った面があって、それとやっぱりまあね、うん、まあちょっと疲れたっていうのもあるし、あとはまあ去年はでもそうやってちょっと思ったんですよ。でそこで僅差で負けて、見事これにはやられたくないっていうところに見事に刺されて、まあ一番強い人ですからね、彼にやられるならもっともじゃないですか。いやだからこそ負けたくない気持ちがあったから、だから、はい、まあ、強い人に刺されて死ぬなら本望だと思ったんだけど、まあまあそこでどんでん返しが起こるのが僕の人生の面白いところで、何言ってんだ俺バカじゃないと負けたくせにやめるんだっていう気持ちと同じぐらいうわーって湧いてきて、それと同時に、ああもう考えたくねえ、来年考えよう、先送り先送り、だから来年のエントリーだけして考えの来年にしようって思ったんです。だから金だけ払っちゃってるからね、今年もやらなきゃいけないじゃないですか。ドラマですね。だから戦っただけですよ。戦ってるうちにやっぱりプスプスと湧いてきた気持ちは、あんなこと言ったから勝てなかったんだなと、やめるとかやめないとか何様だお前はと、小森トーナメントに対してお前はそういう気持ちだったのかと、やめるとかじゃなくてやめさせられるぐらいまで行かなきゃダメだと、上からじゃないですかやめるって。だから今年これはちょっと辛口になっちゃうんですけども、はい、なんで僕は辛口でそれをやめる選手のことなんか知らないって言うかっていうと、僕はそういう気持ちでいるんですよ。やめたいと思ったことを過去に何回もありますよ。やめようと思ったとしたって去年が初めてじゃないですよ。何回も今年で踏ん切りをつけよう、それはやっぱり他にもやりたいことがあったかもしれないと思ってしまったりとか、他にはねやっぱりやめた人が幸せそうに見えたりとか、まあでもね、それを全部ひっくるめてやっぱりこう勝った時の幸せには勝てませんよ。まあそれを言わずに辞めていく人っていうのは、多分年間タイトルを取ったことがない、争ったことがない人だと僕は思います。正直、まあ、取った人も辞めていく人もいるけど、それ勝てるなら続けると思います。もちろんそれ以上に辞めなきゃいけないことがある時も人ってあると思うんですよ。でも辞めるとか辞めるないとか、僕はそんなことじゃない。それはできなくなるということであって、続けられないです、応援してくれる皆さんにすいませんっていうことであって、辞めたっていうことではないと思うんですよね。そこがすごくずっと思ってて、これね、ちょっとこの言葉では言葉足らずで本当に伝わってないかもしれなくて、誤解を招いて不快に思う人もいるかもしれないんですけども、やめるって言える選手はごくわずかだよ。自分で自分の引退を決めれる選手はごくわずかだよ。そのごくわずかに入ってない、入ってる、これは周りが決めることであって、僕が決めることでもその選手が決めることでもないかもしれない。でも入ってない選手はこれを辞めるんじゃなくて、ただ単にいなくなるだけだよ。それを僕はよく噛み締めてやっているので、
辞めるっていうことを決めたときは、僕は最終戦に決めるってことは絶対しないです。どっかで公表して最終戦は引退試合にして、みんなに最後に拍手や花束とかもらって引退したい。本来競技者ってそうでありたい。僕はそう思ってる。2022年 V4 達成、はい、でもう今日なんかは来季に向けての準備の最中に来てるんですけども、2023年、これ辞めちゃえたらこんな準備もしなくて済むんですね。辞めないって方向ですね。小森さんは、僕はさっきも言った通り、はい、辞めるっていうのは、まあ、自分の意思で決めれると思うんですよ。勝てなくなるまでやってもいいし、やっぱ年々やっぱり体はね、その知識と経験はどんどん増えていっても体はどこかで限界を迎える。今だってもう目は悪くなってきてるし、うん、頭の回転だって悪くなるかもしれないし、ね、足や膝や腰や痛いですよ。多分人並み以上に痛いと思うけど、人並み以上に学生時代に苦労したから、やっぱりそんだけの体力は残ってくれてるんで、その貯金を使ってるだけなんでね、いつか肩が来るかもしれない。だけど、ね、そういったことがあっても、最後まで戦うのか。まあ、正直、今、最年長でやられてる方が、泉プロとかがもう60半ばとかじゃないですか。あとじゃあ、今の僕の年から15年以上。ちょっと想像できないんですよ、その先まで続けてることが。それは、もちろん、まあ、その、現在のね、このバスっていうものを取り巻く環境の中で、経済的に続けてきてるかどうかってことも含めてなんですけど、肉体的にも想像ができない。その世界まで行ってみたいのかどうかすらちょっとわからない。だから、ね、そんな先のことは考えてないっていうのは事実なんですけど、まあ、辞めるっていうことに関しては今はまあそんなに考えてはいないです。まあ来年も同じように戦う、そして同じようにトロフィーがうちに残るように頑張るしかないかなと。まあ僕がまあ辞めることがあるとすれば、それはもう本当に気持ちが保てなくなった時とか、完全に魚が釣る技術がなくなった時とか、そういった時かな。あとはそうね、まあこの競技自体にあまり魅力がなくなってしまった時とか、そういった時、まあモチベーションなんてある時もあればない時もあって、すっごくない時もやっぱりあったわけですよ。今年の初戦とかそうだったわけじゃないですか。だけどそういうものでね、左右するものじゃなくて、僕がモチベーションがあろうがなかろうが応援してくれる人はそんなのわからないじゃないですか。頑張ってくださいねって言ってくださる。これに対して、その時100答えられなかったとしても、1でも答えようってするのが僕はプロだと思うんですよ。まあ僕の目指している。だから、モチベーションとかじゃないな。そのやっぱり辞めるときは何かちゃんとした理由を持ってして辞めたい。そして、去年はそれをちょっと見つけたけど、今年はもうないので、来年も絶対やります。そういうことになります。はい。はい、いやー、1年間のトレイル、本当、お疲れ様でした。あと V4、本当、おめでとうございます。はい。まあ、5回目って言わないでね、5回目なんかそんな簡単に取れるもんではないので。いや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 、4手数字より5手数字の方が、語呂がいいのか。4の方が幸せって言うじゃないですか。V5 ってのは、V5 すぐ見たいじゃないですか。まあそれはもちろんそこが次の目標になっていくんですけど、はい、やっぱりその強い選手がどんどん残っていってるんだけど、まあね、僕が一番下の時は強い選手上にしかいないんですよ。上を倒していってここに来たんだけど、今度下に出てくる選手ってどんどん増えていくわけですよね。目標にされてるわけですから、どんどん下が増えていく。どんどん強い選手出ていってきてるんですよ。その流れなかなかね、次も結果を求めていってもね、なかなかその、どんな敵が来るかわからないですよ、ここから先は。まあ、来る選手ってのは大体わかるんですけど、まあ、僕は正直、まあ、分析家なので、戦ってればすぐその選手の人となりが、釣りを通じてる部分では分かります。だから、藤田京也も、最初名前しか聞いたことなかったから分かんなくて、一回戦ったらやべえな、こいつってすぐ分かったし、それはみんなの強さもよく知ってるし、ただ、ね、吉川選手みたいに、突然、
ほっとけないぐらい強くなっちゃう人もいるわけで、だからそれも含めたらやっぱまだ分からない。まあ若いっていうのはそういうことですよね。どこで開花するか分からない、まあ、あとはやっぱり今年なんかだと何回も名前出てきましたけども、江尻選手は結構近くでも小森さん見てたとは思うんで、はい、どうですかね、もうグイグイじゃないですか。まあそうですね、まあまだ若さも武器としてあるし、ただね、江尻選手はもちろん注目株なんですけど、僕の中で本当に怖いのは30代の選手ですよ、実は。ああ、はい、はい、はい。あのね、20代は若さを武器に怖いところがあるんですよ。だけど30代ってのは本当は知識も経験も今極まってるわけじゃないですか。で、頭も抑えてて、他の競技見てても、社会見てても、30代ってのは一番力があるんですよ。体力もあるし。その30代の後半に差し掛かってる選手が、僕は一番今、実は強いはずなんじゃないかなと。黒田選手とか、その辺はそうですね、もちろん出てきてますよね。ゴリゴリに今年は打ち合いになる試合もなんで、そうですね。ただちょっとね、まあ、黒田さんはもちろん強いんですけど、はい、他の選手に関してはちょっとやっぱりどっか悩みがあって、いろんな、そのやっぱり悩んだり迷ったりしてる、してることが成績につながってないところがあって、当然そういう世代でもあるので、僕もやっぱり迷ったり悩んだ年もあったので、そんなこともあるのかなと思うんですけども、30代の力のある選手っていうのも本当に怖いんで、あの20代ばっかり目向けてると30代にボコボコにやられちゃうことがあるんで、見てる人もそういう目で30代も見てもらいたいなと思うし、はい、っていうことはまあ結局40代の選手として僕ら彼らのやっぱり目の上のタンク部であったり目標であったりして、やっぱり頑張り続けなければいけないんだなとは思いますけどね。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと長時間のインタビューになってしまいましたが、お疲れ様です。そうですね、今シーズン1年間振り返ったんで、1年分疲れがどっと今また降ってきましたね。またちょっと一回今年、この後はあれですよね、またあのちょっとプライベートの旅行なんかも、プライベートの旅行はね、ちょっとやっぱお礼をしっかりと、やっぱり応援してくれる方がいて、まあ、今があるので、本当に一人一人は本当にありがとうございますと言いたいんですけども、やっぱりなかなか遠く離れてる人はなかなか会う機会がないので、この機会にちょっと先にご挨拶にと思っていて、まあ本当に、まあね、そのタイトルを取るとね、本当に、まあ僕は取ったから調子に乗るタイプではないと思うんですよ。過去もそうなんだけど、取ってない時の逆に下からぶわって悪態つく方だと思ってはいるんですけど、まあ正直取ったからこそ今こそしっかりやらなきゃいけないことはあるなと思っているんで、仕事も含めてちゃんとやりたいなと。あとは釣り子さんがいっぱい多大なあの盛大なお祝いをしてくれるそうなので、もう飲めや歌えや主治にグリーンのパーティーをしてくれるっていう話なので、それを楽しみに。あ、その他あのもちろん僕も感謝してますけど、その他お祝いに関してはいくらでもあの受けてますので、はい、はい、もうあの忘年会に小森さんをいっぱい呼んで、はい、小森さんあの今ツールボックスが欲しい。あ、それも自前でやってくれる。自前でやってくれる。今欲しいのは正直、まあ、リールドサポートです。いやいやいや、そこやっぱ色々使ってるけどリールドサポートって偉いなと思いました。いやそこはもうミックスバックで何でも使えるところでさ、はい、しばらくまあもちろんいろいろ使っていたいっていう気持ちもあるんだけど、やっぱリールをサポートしてるメーカーって偉大だなと思いました。リールはやっぱりすごくね、お金もかかるし、はい、いっぱい必要、はい、サウール必要かもしれないですね。でもそこら辺のリールに関する小森さんの今の思いとかが、近日のルアーマガなんかにもしかしたら、そうですね、まあいろいろこれからどんどんリールの、はい、やっていきたいけど、まあその中で何か機会があればぜひリールのサポートもしております。あれお疲れ様でした。はい、